はい、ボーノです。門田さんは実は大学院生じゃないな、大学院生修士ぐらいの時から実は知ってて、年もあんま変わらないんですけど、なんか先生と呼ばれていつも罰金だって言ってるんですけど、よく分かってないようなのですいません。じゃあ今日の話を始めようと思うんですけど、まあ長いのでちょっと皆さんもお疲れの色が見えるので、ちょっと今日はまず歴史の時間をやって、ちょっとまあ肩の身をほぐしてから、ちょっとまあ今までの流れとよりはもうちょっと生物寄りで、ちょっと NGS の話はまあ今日は直接は出てこないんですけれども、 NGS につながる話をちょっと私の方からしようかなと思います。まあ私自身ちょっとこの業界古い人間なもんで、もう20年ぐらいやってるんですけれども、こういう話をするのには一番自分が適切だと思って、自ら手を挙げさせていただきました。配列解析技術ですね、というところを、やります。でちょっとまあだいぶ自己紹介を、自己紹介じゃないな、カオさんには他己紹介をしていただいたんですけれども、まあ一応自己紹介しておきますと、ボーノーと申します。実は京大の科学研究所の方の、まあ、皆さんケッグといえば知ってると思いますけど、あれを、やってた金久研の出身で、そこでまあ5年間大学院の時の仕事をしてから、鳥川研究所の方ですね、まあ、今は CDB が有名ですけど、当時は GSC が有名で、そこにおりまして、川田さんもそこで所属して一緒に研究してました。でその後、まあいろいろあって、埼玉医大というちょっと埼玉の山奥の方にある大学で働いた後、今 DBCLS というデータベースセンターホライサンス、まあ、中里さんがお話してくれたから皆さんご存知と思いますが、あそこのそのセンターで、もう8年目になるんですけど、やっております。で実は中里さんからお話があったかもしれないですけど、 DBCLS はこの2月までこのすぐ近くの浅野地区にあってですね、まあ、カオさんのところとはここ結構近かったんですけれども、ちょっと今、遠くに行っちゃいました。で今ここにはちょっと書いてないんですけど、1日目の一番最初の講義をしていただいた中村康和さん の、 今研究室にちょっと居候してます。DDBJ、まあ、彼は DDBJ ですけど、そこと、まあ、一緒により密に、研究体制を築くということで、我々はそちらの方に移動というか物理的に移動という、ただ所属は変わってないんですけど、物理的というか地理的に移動しまして、そちらの方で、今研究をしようということで4月から、ちょっとやって、まあ、もうすぐ半年って感じのところです。でまあ専門はまあここで、まあ、知ってる通りですけど、バイオインフォマティックスはまあもちろんこういう本書いて、やってきたので、皆さんこの本とか知ってる人がいるかもしれませんけど、そういうことをまあ長年やってきました。で特にですね、バイオインフォマティックスといっても僕は皆さんと違うというか、ちょっと毛色が違ってて、主に金久研時代からやってきたそのバイオ関係のデータベースですね、そういうライフサイエンス関係のデータベースを特にまあ使って、それをまあ生かして生物の研究に生かすということをずっとやってきてまして、そっち関係がまあ一応強いということになっております。でまあそんなデータベースだけいじくりましてだけでも研究にならないので、一応ゲノム生物学ということで、そのデータベースにある対象として研究対象をやってきましたが、最初はゲノム配列があるのは微生物しかなかったので、微生物から始めて、理化学研究所の方でマウスの CDNA のまあことをやってて、まあ、哺乳類その周りのことをやってて、まあ、埼玉医大で人のこともやってて、DBCS に来て、まあ、さまざまな生物種ということをまあ対象にやってるんですけど、特に最近は非モデル生物の方が熱いというか、まあ、そっちの方がよりそのデータベースの利用が必要なんじゃないかと考えて、最近はちょっと昆虫関係の方の共同研究を割と進めてます。まあ、僕自身も実験本当はしたいんですけど、やる研究費がないもんで、実際に昆虫で実験やってるところと組んでっていうことを、まあ、割と始めてます。でまあさまざまな情報に関してはボーノー .jp ってドメインがあるんで、これを http で叩いてください、まあ、そうすると多分なんかいろいろ分かると思います。で今日のこの僕の話に限ってですけど、どんどんつぶやいてください。むしろ推奨ということで、どういうことが、まあ、今皆さん分からなかったかとかいうのを残しておく、で運が良ければこのリアルタイムに、見て、私はちょっと見れないかもしれないですけど、休み時間とかに見て、それに対して後で答えたりとか、あちらの方にずっとそれを監視している監視員がいますので、まあ、監視というとちょっと言葉悪いですね、見てくれてますので、それでちょっとみんなついてきてないようだとかいうのをこう察知してですね、ちょっとこう講習の内容をちょっとずつ、修正していきたいと思っております。
でツイッターは僕のアカウントこのボーンの同じですけど、あって、まあ、どうしても電子メールで、やり取り質問があるとか連絡したいという場合はこっちの方を使ってください。で、まあ、撮影ももちろんしてもいいですし、ハッシュタグとしてツイッターのアカウント、ツイッターの方は、まあ、できればこのアジャックスっていうのをつけて、つぶやいてくれると嬉しいなと、こんなふうに思います。すいません。じゃあぼちぼち始めますかね。 あと、バイオマティックスのこの、翻訳の教科書があのメディカルサイエンスから出てますけど、これなんか の話を、まあ、翻訳とあと簡訳したのが僕なんですけど、特にこの、第2版の3章あたりが今日の話の一番あの肝の部分になります。あ、2章とか4章の部分もちょっと染み出して関係があるわけですけど、4章の割とその理論的な部分の話はそんなに今日はしません。あの自分であの興味がある人はどんどん勉強してください。で、まあ、2章は割とあの配列のフォーマットの話があるんですけど、 あれなんですね、あのだいぶ中身が古くなってしまっているので、この NGS 時代に必要そうなものだけをちょっと今日は話をしてみたいと思ってます。はい。で、今日の内容なんですけど、まあ、大きく分けてこの3つになります。で、午前と午後の2つの部分でこの3つをこなそうと思ってます。でですね、まあ、あの簡単に言うと、まあ、配列解析の歴史と、あとあの配列とかゲノムデータの記述のフォーマットの話ですね。それが2回目で、まあ、3番目がずっと実習、多分ここが一番長くなると思いますので、そういう話をしていきたいと思ってます。で、赤字で書いたのは何か意味あるのかというと、カリキュラム部分に、やれと書いたのは黒い部分で、赤い部分は僕が足した部分です。まあ、そういうのが必要だろうということで僕が勝手にあの足したので、まあその辺知っといてくれると嬉しいなと思います。ガーデン飲水の部分が多々ありますそれでですね、で一番最初になんですけど、まあ皆さん配列相同性検索ってよくまあ聞くと思います。あとたまに配列類似性検索なんて言ってる人もいると思います。でこの2つの言葉なんですけど、あの実はあの意味が違うんですね。同じようなシチュエーションで使われてると思うんですけど、あの違うんです。これをちょっとよく理解して、配列類、僕は類似性検索としか言いませんが、類似性検索をあの使っていただければと思います。配列相性なんで言わないかというと、相同って言葉はあのこれ、まあ、ウィキペディア調べりゃすぐ出てきますが、あの遺伝学では相同という言葉はタンパク質のアミノ酸や遺伝子の塩基配列が共通の祖先を持つと、そういう時に用いる言葉です。それで相同性がはあるかないかです。相同性は高いとか低いとか言いません。相同性は1,0あるかないか、ただそれは推定してるから1が正しいか0が正しいかというのに確率的なことがつくと、そんな感じです。で、バイオマティックスというかコンピューターで計算できるのはそんな相同性は実は本当は計算できなくて、あの類似性ですね。どんだけ似てるか、2つの配列がどれだけ似てるかと、そういう配列類似性で議論してます。でこの辺のなんかやり取りがツイッターでなんか僕らが一時期やったことがあって、それのことがトゥゲッターにまとまってますので、これを見ていただければその顛末が分かると思います。なので、今から使うやる話、今日特にやる話は配列類似性検索の話をすると。だから相同性を推定するために類似性検索をするということになります。あいつでもあのお前は違うとかそうじゃないっていうのがあったら言ってくださいね。あの別にあの、途中で遮っても多分怒られませんので、加藤さんが怒るかもしれないけど、まあそういうことです。で、配列解析の話をじゃあしていこうと思うんですけど、の配列解析の歴史ということで、年表を作りました。でもこういう年表もあんまり多分みんなあの普通の人は作りたがらないので、まあ、この機会に作ってみました。でこの年表は何を意味するかというと、はい、あこれないの、あ、あるよ。これどこ押したら、これあれこれ、あこれ、はいはい、これはこれが緑、これも緑、はい、分かりました。配列類似性検索 の歴史なんですけど、類似性検索がって言い出したのは多分あのこの辺ぐらい、ファスターぐらいからで、その前は本当に配列比較の話になります。でこれの話をまあざっとするんですけど、まあ、あの今回は割と受講 のレベルが、受講の域地が高かったので僕と同じかちょっと下ぐらいの人が多いんじゃないかなと思うんですけれども、あのざっと言うと、まあ、あの僕が大学院に入ったのがこの95年で、
ちょうどこのヘムフィルスインフルエンザのゲノム配列が解読されたというのは、これはフリーリビングオーガニズムで初めてっていうゲノムの解読だったんですけど、そういう時から1ってカウントされて、今どん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 いろんな生物種のゲノムがどん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 決められていって、今日さっき来る途中にニュースで読んだのはサイエンスに今日コーヒーのゲノムが決まりましたというのが出たそうだというふうに聞いてます。そんなふうにこれから19年経ってどん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 いろんな生物種のゲノムが決められていく中、いろんなそのやっぱり関連するツールも出てきたという、年表です。これは一個ずつ今から説明していくので、ここではこんなんだなっていうのをざっと見といていただければと思います。はい、じゃあ始めていきますね。で、一番上にあったそのニードルマン分子法ってこれ読むんです、ニードルマン分子って読むんですけど、このニードルマンという人と分子さんという人が一番最初に、一番最初っていうか当時 のジャーナル・オブ・モレキュラー・バイオロジー JMB に1970年に出した論文がこれで、ジェネラルメソッドはアプリカブルトゥーザーサーチフォーシミラリティーズインザアミノアシッドシーケンスオブトゥープロテインズってことで、要するにアミノ酸の配列を比較するコンピューターで比較する方法を開発しましたという論文です。でこれが一番この分野で配列比較のやつをやる意味では一番最初の論文だと言われています。でこの時に解析した開発された手法っていうのは現在ではそのグローバルアライメント、大気的アライメントの方法として今でも使われている方法です。でこれのなんかどんな風に計算しているかとかいうのを普通ならここではお話しするんでしょうけど、ここでは特にしません。知りたかったらもっと勉強してみてください。いろいろ知ってもらわないといけないことがあるので、ここではこういうふうにしませんが、これはダイナミックプログラミングというか動的計画法と呼ばれているものが適用できるというふうに、言われた一番最初の例というふうに言われています。もっと前にあったかもしれないですけど、一応これが世間的にはこれが一番最初というふうに言われています。なのでこれそれだけ知っておいてくれればと思います。 で時代は下って、もうちょっと進んだ時にこのスミスとウォーターマンさんという人が開発した方法が、未だにもよく言葉で聞くと思うけどスミスウォーターマンという方法で、アライメントする方法です。こちらの方も今でも使われてて、主にローカルアライメント、局所アライメントを取るためのアルゴリズムとして知られています。で、それの論文がこういうふうにやっぱ JMB に出た、アイデンティフィケーションオブコモンモレキュラーサブシーケンスというものになってます。サブシーケンスを求めるということで出てきた論文で、これもやっぱり特には言いませんが、基本的にはさっきのニードルの分子法の変法というかちょっと改変した方法になってます。でこれは実はその私が大学院の時の先生だった金久先生がですね、ほぼそのスミスウォーターマンと同じ時期に出したローカルアレイメントのプログラムで、ゴードさんという人と出したからゴード金久と呼ばれてるんですけど、この方法でもやっぱりローカルアライメントが、求められるということで、この方法も、あったんですけど、今ではあんまり知られてないかなと思うんですけど、一応、敬意を表してこういうふうに出しておきます。そういうまとめますと、こういうアライメントの方法っていうのは、大きく分けてこの大気的アライメントと局所的アライメント、日本語で言うとなんかあれなんですけど、グローバルアライメントとローカルアライメント、多分こっちの英語の言い方の方しかみんな使わないと思います。教科書的にこれ一応翻訳してつけたんですけど、あんまり使われてないのでこっちの方がいいかなと思います。グローバルとローカル、そういう方法でアライメントするというのが基本的にはこの分野の、2つで、じゃあどう違うのかっていうのは名前からして分かる通りなんですけど、大気的アライメント、グローバルの方は、配列中の全塩基、全アミノ酸が並べられるようにしたものです。どういうことかというと、この、ちょっとウィキペディアのこれウィキメディアかの図からの、引用なんですけれども、グローバルの方はこんなふうに2つの配列があったときに同じ塩基アミノ酸が縦のカラムに来るようにこういうふうに並べますけど、ギャップがこれマイナスで表されてて、できる限りこれが合うように並べましょうっていう時に、端っこができる限り合うようにする方法がグローバルアライメントで、ローカルアライメントはそれに対して端っこはどうでもいいから、とにかく似てるところだけができる限り合うようにするというのがローカルアライメントです。だからこういうふうに部分的な類似性ってものを求めるというのがこの局的ローカルアライメントの特徴で、
こっちの方が実は、まあ、生物学の研究においては有用ということで、どん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 応用されるようになっていきました。これが、最初はこの2つの配列の比較ということで始めたんですけど、この部分的な一致っていうのをうまく使うと、この配列、片方の配列がどん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 長くなっても使えるということで、配列類性検索の方に求められるようになっていきました。まあ、情報学なんかではそのデータベース中に配列がいっぱいたくさんあってもそれを全部つなげて、もう一個の自分のクエリーと比較するみたいなことをするので、まあ、そうすることで、ローカルアライメントが配列類性検索に応用できるということで、どんどん使われるようになってきました。でそれが、出てくるんだけど、そういう今言ったその2つのやつを比べるときに、一致したやつの得点表っていうのがあって、それがアミノ酸置換マトリックスというものです。でこれもいろんな種類あるんですけど、金沢県の方で AA インデックスって形で、それのアミノ酸アシッドのアミノアシッドのインデックスっていうものがデータベースにもなってるぐらい、こういうものがいっぱい蓄えられてるんですけど、基本的にブラストで使われているのはこのブロッサム62と呼ばれるこのアミノ酸置換マトリックスです。でこれはどういうものかというと、この A と A のところだと4点とか、A と例えば G だと0点とか、そんな風にこれアミノ酸 の, 一致を一致した時にどんだけ点数を与えるかというのを書いてある表です。例えばヒスジンなんかは珍しくアミノ酸なので、ヒスジン同士の一致なんかは8点という風に結構いい得点がつくようになってたりとか、まあ、そんな風になってるんですね。まあ、例えばトリプトファンの一致なんかも11点というかなり高い得点がつくと。でロイシンとイソロイシンなんかは別にあんまり似てるから違っててもですね、2点ぐらい与えとこうみたいな、そんな風な、まあ、得点表で、このアミノ酸のこの得点表に関してはスライドで皆さんがお配りしたやつで最後の方に後ろの方にあるので、後で見て、これだけちょっと今飛んでると思いますので意識しないでください。こういう風な得点表を使って、この、これが何点かっていうのをこう計算していると。でこれはコンピューターがそういうのを計算するような方法が持ってて、それの得点を計算する方法表としてこういうものがあって、これには何種類か実はあると。でブロッサムシリーズ、ブロッサム62っていうのが割と、まあ、今は使われてるんですけど、その昔はそのパムと呼ばれるものがよく使われてました。でそのパムのことに関して、さっきの参考図書の方には歴史を含めてデイホフさんという女性の研究者の方のお話がですね、書いてますので、読んでください。ここでは特に言いませんが、そういうふうな、まあ、方法が歴史があって、これも出てきたんですけど、主にやっぱアミノ酸の方でこういうふうなものが出てきました。で核酸の方はどうかっていうと、核酸の方は一致すれば5点、一致しなかったらマイナス4点というすごくシンプルなものです。はい、後で出てきますそれも。でとりあえず先を急ぎましょうか。でファスタっていうのがその配列類性検索のプログラムとして、使われるようになってきたのがなってきました。でそれがその論文が出たのは1988年でした。でそれがですね、配列類性プログラムの多分走りで、その証拠にですね、いまだに配列類性検索をする時のデータのフォーマットはファスタ形式と呼ばれますね。それはここのプログラムの名前だったんです、そもそもファスタって、ね、ファスタっていうと多分偉いあと年上の先生方には配列類性検索のプログラムのことだと思ってなんか話が通じない時がたまにありますので、そうだと温かい目で見てあげてください。でまあこのファスタってプログラムは自分のところで開発したそのスミス・ウォーターマンのちょっとサボるというか、スミス・ウォーターマン検索を全部すると大変コンピューターの時間が昔はかかったので、まあ、今でもかかるんですけどかかったので、それをサボる、いろいろサボって早くするというファースト A という方法っていうのが基本で、外国でファスタっていうと通じません、ファースト A って言ってください。ファースト A フォーマットとかファースト A っていうプログラムが本当の呼び方です。でまあこれに関してはそのピアソンっていう人が開発してやってて、いまだにこのファスタのバージョンは上がり続けて、彼のバージニアのウェブサイトから、バージニア大学のウェブサイトまだ変わってないんですけど、バージニア大学の方からダウンロードできます。でもう一人この著者にいるリップマンさんっていうのは、実は次に出てくる話の、まあ、主役というか、まあ、よく出てくる人で、この人は実はこの時は所属は、
NIH のとある研究所だったんですが、この後に NCBI ができます。1990年、でそこの、センター長、ディレクターとしてずっと今もご活躍 の方でございます。そのリップマンさんがファスターに対抗してかよくわからないんですが、やったのがこのブラストですね。で論文として出たのが1990年、ベーシックローカルアライメントサーチツールという名前で、出たツールだったんですけど、それからもう25年ぐらい経ってまだ使われてます。ブラストです。これが、配列類性検索の、デファクトスタンダードになってます。現在も、まあ、そういうプログラムですね。まあ、皆さん知ってると思います。これは名前が有名だから。まあ、そういうんだけど、一応ブラストがどういうふうに検索しているかというのは、まあ、あまり最近では語られることがなくなったので、まあ、語っておくとですね、基本的にはブラストはクエリーの配列ですね。自分が投げる、検索したい配列を、ぶった切って、まあ、シードと呼ばれる、まあ、短い配列のリスト、まあ、デフォルトだとこれ3文字なんですけど、シードというリストを作ります。まあ、たまにはこのシードって言わないでワードとかいうふうな言葉も言うんですけど、まあ、3文字ずつぐらいのリストをバーッと全部作ります。でその、リストをそのデータベース側に、当ててマッチしたところ、まあ、これの場合 SIF っていうのが例ですけど、 SIF というのが配列がマッチしたところからどん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 、周りに、クエリとデータベースの位置を伸ばしていくと、ギャップなしで伸ばしていくと。でそうしてどん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 得点が良かったらそのまま伸ばすんだけど、悪くなるまでそれを作って、この塊を作っていくと。この塊のことを HSP ハイスコアリングペアと呼んで、ブラスト検索した時に何かこう塊で出てくるあれがそれです、 HSP です。でその HSP っていうのはそのまあ当然途中にギャップ入りますから、同じ一つの配列、一つのクエリーでも何個も何個もこれが出てくるんですけれども、まあ、それをまあ組み合わせて、よくしていくっていうのが今の方法になってるんですけど、当時は一番最初出た時はこれがHSP だけ出てギャップが入らないアライメントのプログラムということで、ギャップがある時はブラスト使えないねみたいなことを当時は言ってました。まあ、今はそれが改善されてギャップもで、考慮するように、アルゴリズムが 改良されてますが、それはまあ詳しいの知りたかったら全部論文を読んで、追っていただければいいと思います。特にまあ一番最初の部分として知っておいてほしいのはこんな感じのところです。でそれがですね、使われて、まあ、ブラストはまあ現在でも使われているからちょっと詳しく言いますが、知っておいてほしいのはこの配列類性検索で、クエリのタイプとデータベースの配列が核酸かアミノ酸化によって使うプログラムが違いますよということです。で簡単に言うと、核酸配列同士の時だけ2種類あって、それ以外はもう、そのクエリとデータベースの、種類によってもう1位に決まります。なんでここの核酸だけ2つあるかというと、核酸の配列を核酸配列レベルで比較するのはブラスト N で、その配列をアミノ酸にどんどん翻訳して、その翻訳したアミノ酸レベルで比較するのがブラスト X、 T ブラスト X ということになってます。なのでこんなふうにいろいろ使い分けができると、使い分けする必要があると。でなんでこんなふうになってるかというと、まあ、核酸配列レベルでは全然似てないけど、アミノ酸にしたらだいぶ似てるというのが、主に糖塩の生物を使うとこういうものが出てくるから、この T ブラスト X のがありました、あります。で昔はこの T ブラスト X とか T ブラスト N っていうのは、そのデータベースの方、あこれか、データベースの方、核酸の配列をアミノ酸配列に翻訳しながらやるもんだから、すごい計算量が重くてですね、こんな計算をそのウェブでブラストやるっていう時にはなかなかこう、使わせてもらえなかった、計算量がすごい大変なためになかなか使わせてもらえなかったプログラムだったんですが、まあ、今では割と、できますし、自分のところのプログラムに入れて、あプログラムじゃない、自分のパソコンに入れてそれを計算するということも割とできるようになってきたので、割と、まあ、あんまり気にしなくなりましたが、かつてはこれ大変な計算量を要する、非常に厄介な嫌がられるプログラムでした。はい、でまあ、あとはまあそうですね、そのプログラムを使ってその出てきた結果を評価するんですけど、まあ、域値なんかのパラメーターなんていうのはいろいろいじってみたいなことを昔はよくしましたけど、あんまり今はいじらないかなと思います。であとまあ期待値でデフォルトだと10ぐらいまで答え返してくれるんですけど、まあ、それもまあ
その時に応じてこの期待値の域値をつけて、まあ、あのやります。でこれが域値何単だったらいいんですかって質問をいつも受けるんですけど、答えありません。あの、自分でいいと思ったらそれにしてくださいっていうのが、すごい、無責任な答えなんですけれども、実際あの期待値っていうのがあの統計的な、まあ、優位性しか示さなくて、生物学的にそれが正しい、どれぐらい正しいかなんていうのはわからないので、まあ、こういうのは経験的に自分でこんなもんかなと思うようにしてください。これがどん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 あの1から0に近づく、あのちっちゃい値にすればするほど候補は減りますし、そうなるとあの計算時間はどんどん短くて済みます。ですので期待値を10とか1とか高い値にしたまま全部の計算をするっていうのは計算時間かかって無駄なので、あまりあのほとんど一致するものだけでいいときはだいぶその期待値の方を、まあ、下げるというか 0.00001 とかなんかそんな風にしていった方があの一般的にはいいと、早く済むということにはなってます。はい。でまあブラスト2、それであの90年に出たブラストでしたけど、97年にこのギャップを許すブラストがあの出てきました。でそれがギャップブラストって言ってて、ブラストのバージョン2ってことであの、言われてて、で今でもブラストの多分バージョンは 2.2 のなんとかだったと思いますけど、まだ2のままです。その、97年に出たものが未だにずっと使われてます。もう20年近く、あ、20年経たないか、まあ、10何年経つんですけどまだ使われてます。であとこの時に出てきたポジションスペシフィックイタレーティッドブラスト、プサイブラストっていうのもよくあの、まあ、一時期は、使われてたんですけど、まあ、これはあの1行列をあの繰り返しあのブラストの1回目の結果からあのヒットがあった何種類以下のエントリーを取ってきて、それをチェックを入れることでそれの中からマルチプルアライメントを作って、そのやつで一時特異的なあのマトリックスの自分で作って、それをまあ学習させていって、それに似たセットをこう取っていくというプサイブラストなんていうのも割とあの使われるんですけど、それで何を選ぶかという部分がどうしても機械化できないので、あの自動化できないので、割とまああんまり使われなくなったかなという印象はありますが、まあ分野によっては使ってるんじゃないかなというふうに思います。これがまあギャップブラスト、まあこのギャップが入るようになったってことが一番大きいので、やっぱそっちが、まあ、あのできるようになったのが97年だったと。で、まあ、それから割とブラストはガンガン使われていると思います。それで、でですね、そういうふうな中ですね、どんどん人ゲノムが解読されてきたんですね。で人ゲノムがどんどん解読されてくると、そのゲノム配列に対して検索したくなってくるんですね。でゲノム配列に対して特に特化した検索、配列類型検索ソフトっていうのが、まあまあ、みんな作りたいからやっぱ作ってきてて、それがで一番、まあ、有名だったで今でも残ってるのがこのブラッドってやつです。でブラッドはブラストライクアライメントツールの頭文字です。だからブラストに似てるんですけど、基本的にはクエリは自分で何か用意しますが、データベース側はゲノムです。でさっきから言ってませんでしたけど、配列類型検索の方でデータベースとして よく昔は使われたのは NR というそのノンリダンダントな配列って呼ばれてきた NR って呼ばれるものだったんですけれども、まあ、そういう NR っていうふうにノンリダンダント、要するに重なりがないような配列っていうものを昔は作ってて、それに対してデータベース検索ってしてきたんですけど、配列がいっぱいいっぱい出てきて、そういう重なりのない配列っていうのが作るのがだいぶ困難になってきて、ゲノムでいいじゃないっていうふうになってきた、なってきて、その検索する対象のデータベースを考え直そうというふうなきっかけになったのがこういうゲノムっていうものかなというふうに思います。皆さんも多分自分で実際に検索するときには、まあ、目的によってはまだ NR を使わないといけない研究もあると思うんですけど、人とマウスで、人とかマウスとかそういうまんまるでいいとかなったりすると、そういう人とマウスの、ゲノムであるとか、CDNA 全体であるとか、そういうふうに限ってデータベースを限ってブラストをかけるとかいうふうに使うようにした方がより計算機的にも、あとその結果を解釈する上でもいい時代になってきていますので、ぜひその辺は考え直した方がいいんじゃないかなと思います。でブラッドなんですけど、すごくゲノムに対して自分の配列がどこにあったかなっていうのを探すゲノムランディングツールとも呼ばれるぐらい良かったんですけど、ライセンスがちょっと優秀なんですね。なので、
ブラストは本当 NCBI っていう、まあ、アメリカの NIH の下の研究所が作っているものなので、まあ、米国が作ったものでなので、あのパブリックドメイン、誰でも使っていいし、誰でも自由に使っていいし、それを商用利用してもいいしってことで、ライセンスがすごい緩い、誰でも使えるんだけど、ブラッドはちょっとそのこの作ったジム・ケントさんという人 の、まあ、あの会社が企業には売ってます。なので、まあ、依然として、まあブラストでもゲノムが検索できますから、そういうのでブラスト使っている人もまだ未だには多いというのが現状です。これが2000年ぐらいで、2003年になると、ヒトゲノムが最初に解読されましたってことでが、まあ、アナウンサーされました。もうすでにこれから11年経ったんですけど、まあ、この時は、まあ、皆さんこれから来週にかけて、来週がっつり勉強するその NGS ですね、 NGS はまだなくて、ヒトゲノムは主にその今までのサンガー法ので読まれたその ABI の、3700とかああいうシーケンサーでですね読んでました。まあこの話が分かる人はちょっと古い人だと思いますけど、 ABI のそのシーケンサーでよく読んでました。 ABI っていうのは今どうなったんだっけ、ライフテクノロジーになったんだっけな、なんかとにかくその昔は普通のサンガー法で読む、キャピラリーのシーケンサーで読んで、これで最初のヒトゲノムは達成されました。でそうなってくると個人のゲノムが次のターゲットだってことで、どんどん、DNA を読む技術、 DNA 高速に安く読む技術っていうのを開発っていうのを、世界中でやってました。それで、開発されたんですけれども、その時に今までのサンガー法っていうのじゃなくて、サンガー法じゃないシーケンシング法で、を開発しようということで、いろいろ開発を進めました。なんかこのノンサンガーシーケンシングで NGS にならないかなちょっと考えたんですけど、ちょっと難しいですね NGS、 もうちょっと面白くないですか、すいませんちょっと頑張って考えたんですけど、まあ思いつかなかったんで広めてください、ボーナーが変なこと言ったっていう書いておいてください。で、ちょっと真面目な話に戻りますと、サンガーじゃない方法として出てきたのがこのパイロシーケンスっていうものです。でパイロシーケンスというのはその DNA、ね、DNA がこう、こうくっつくときにピロリン酸が出てきますよね。リン酸の2つのやつ、ピロリン酸が出てくるんだけど、そのピロリン酸を検出しようという方法で、応用したシーケンサーがパイロシーケンシングのシーケンサーとして開発されて、まあ、ロッシュの454もうやらないっていうふうにアナウンスされちゃってて、もう落ち目であんまり話聞かなくなっちゃったんですけど、ロッシュの454っていうシーケンサーで、ちょっと前までは結構 NGS の走りとして、言われたんじゃないでしょうかね、454っていうのが一番最初で、でそのそれとまあ似た技術なんですけれども、ソレクサっていう技術がサンガーセンターかあそこで開発されてきました。これはまあシーケンスバイシンセシスって、まあ、これはもう皆さんが一番よくご存知のイルミナです。要するに今のイルミナのシーケンシングの技術の元がこのソレクサっていう名前で開発されてました。なのでたまに古い人はソレクサシーケンスっていうのでイルミナのことだっていうふうに分かっていただけるとありがたいです。他の技術はいろいろあると思うんですけど、今日はその話をする日じゃないので、来週以降皆さんいろいろ聞いてみてください。だ基本的に今 の、 NGS の技術はこういう、ヒトゲノム以降に出てきた開発されてきたものだということです。それでそれを、まあ、検索する、それを何とかする技術として、まあ、そういうプログラムが開発されてきて、この辺からだんだん皆さん馴染みになってきたと思うんですけど、 BWA とか BOTY とかが出てきました。でこれはですね NGS で読むと自分の手元にクエリーとしてものすごい量 の、 短い配列が手に入ると。でデータベース側としてはよりちっちゃいヒトゲノムとかマウスゲノムとかこうものになると。で昔はデータベースの方がガンガン大きくてクエリーがものすごい短い数百ベース の、 シーケンスだったのに対して、むしろ逆の立場になってきたんですね。自分のところにはものすごい量 の、 NG シーケンサーが出てきたシーケンスがあって、データベースとしてはもう割と決まりきったヒトゲノムマウスゲノムであると。そういう時にですねデータベースの方じゃうまいことインデックス化すると検索が早くなるんじゃないかということで、このサフィックスアレイっていうものを使ってですね、データベースの方をインデックス化しといて検索がものすごく高速に終わるようなものっていうのが開発されるようになってきました。これには、まあ、この背景には、まあ、メモリーが安くなったということが
主に挙げられて、まあ、人ゲノム一応ハプロタイプゲノムだと3ギガですけど、まあ、3ギガぐらい の、 あのメモリーなんかは平気で皆さんのパソコンに今積んでありますよね、まあ、そんな風にあのものすごくあのメモリーが大規模化しかも安く なってきたということも恩恵もあってこういうことができるようになってきて、そういうあのサフィックスアレイの技術を生かしたプログラムが、こう BWA とかボーダーとかそういうものがあの出てくるようになりました。まあ、これはどっちかというとソフトの開発の先で論文とかちょっとどっちかというと後回しで出てるので、まあ、最近の特徴としてはそういう感じですね。ソフトなんか使われてから論文が出るみたいなところがちょっとあると思います。でそういうような感じで、こんな BWA 傍体というものが使われるようになってきております。まあ、この辺は皆さん多分知ってますね。まあ、そういうやつです。 でこれはちょっと手前味噌なんですけど、まあ、僕らがやってるこのやつの検索なんですけど、まあ、そういうこの傍体とか BWA の検索っていうのは自分のところはもう NGS のシーケンサーが入力で、検索対象がゲノムで、で出てくるのが対応のまた結果みたいなんですけど、実際には研究者そんなにたくさんのものを持ってないので相変わらずその、データベース検索をしたいんですけど、そのこのサフィックスアレイですね、サフィックスアレイの技術を使って検索をもっと高速にできないかということで考えたのがこれで、まあこれググルナって読むんですけど、ググルナ検索っていうのでやると、クエリーはまあまあ、塩基配列とかがとか拡散配列がまあ基本だとみんな思ってるんですけれども、実際にはなんていうのかな、その論文を書いた人の例えばボーノとかいうふうな名前とか、まあ、何でも受け付けるということをまあやると。さっきから言ってるようにそのファスタの形式のデータベース検索する時のデータベースのアイテムもファスタ形式で書かれてて、全部それは配列がほとんどでアノテーションなんかはまああんまりついてないわけだけど、例えばジェンバンクの形式とか見るとそのこの、エントリーを出した人は誰だとかさ、あとジャーナルが誰であるとか、ジャーナルが何であるとか、いろんな情報がこうメタデータとして入ってるんですね。そのメタデータも同時に検索したいと。で Google 検索なんかはまあ検索窓は1箇所で、これが中身が塩基配列であるとか、これがオーサーであるとか、そういうことを気にしなくても、まあ、検索ができると。皆さんそうですよね、ブラスト検索するのにブラスト検索は塩基配列アミノ酸配列しかできないから、わざわざブラストのページに行って検索する。で、パブメド検索、文献検索の時は文献検索のページに行って検索する。そういうのがもう面倒くさいから1個にしちゃおうということで、そういう精神で始めたのがこのGoogleなでした。まあ、Google 使わなくてもいいっていうふうに言いたかっただけなんですけど、この Google な検索で、やれる配列として一番最初にやったのはこのレフセックというものでした。で今僕さっき三島に行きましたって話したんですけど、それで今目論んでるのは DDBJ 全体が Google な検索できるようなものを今作ろうというふうに考えて今ちょっと用意しているところです。まあ、そういうふうな感じでデータベースの検索がサフィックスアレイの技術を用いることでものすごく早くできるようになってますよと。意外にこういうデータベースの検索の方ってみんなこれでうまくいった技術をデータベース全体の検索に使うってことはしてなくて、それをまあしてますよという、それのまあ Google の検索なんですけど、こっちはちょっと API がうまくできてますので、これをみんなで昨日覚えたパールでちょっとこれを叩いてみようっていうのを今日もうちょっとしたらみんなで一斉にやって Google のサーバーを落としてみようというふうなことを考えてます。はい、とまあこれがまあ歴史の部分だったんですけど、なんかご質問等あります？ちょっと駆け足でしたが、ありますか？ない？もうすごく簡単しか言ってないんで、まあいいですよ、別になかったら無理やり出さなくていいですよ、カズさん。大丈夫です、まだ大丈夫です。何時までこれやるの？12時、12時ぐらい、はい、わかりました。じゃあもうちょっと先を急ぎたいと思います。でこれが2番目の話で、データフォーマットの話です。ここは割と、経験的な話をあんまりする機会がないと思うので、ちょっと僕の雑談が多いかもしれませんけど、まあ聞いてください。で、こんだけぐらい、これだけじゃ本当は足りないかもしれないんですけれども、まあ NGS、特に下の方に行けば行くほど NGS 関係ですけど、関係のファイルのデータフォーマットっていうのがあるんで、まあこの際ちょっとまとめて知っとこうかなみたいな、そんな感じです。で、これいつも僕やる話なんですけど、マイクロソフトワード形式はデータフォーマットじゃありませんっていう話です。お願いです。
これね、いやなんか配列送ってくださいとドットドックで送ってくる人いるんですよ。ちょっとね、それはまずコンピュータリテラシー疑うという点でも問題なんですけれども、特に配列のフォーマットっていうのはそうやって数えりを入れてくれなくていいんですね。自分が大事だと思う残機が赤になってたりとかするんですけど、そういうのはいらないんですね。はい、個人の趣味でやられてるのはそれでいいと思うんですけれども、ドットドックでは送ると結構疑われますよっていうことですね。でじゃあどうすればいい、疑われないかというのを今から話しますね。基本的にはドットドックとか、ドットドック X もあれなんですけど、ドットドックのバイナリ形式とか、あと特定のそのマイクロソフトワードとかでしか使えない形式になってます。実はドットドック X はこっちのテキスト形式だったりするんですけど、バイナリ形式のものは割と嫌がられます。でバイオの関係で使うものはほぼこっちなんですね。今まではこっちだったんですね。テキスト形式、これはプレインテキストって言って普通にテキスト情報だけが書かれてるやつです。どう言えばいいのかな、バイナリじゃないものってことなんですけど、こういう違いがあるんですね。アスキーとバイナリーとで、ほぼこっちばかり言うんですけど、プレインテキストとかシンプルテキストとかメモ帳とかそういうもので開けるものがこっちのアスキーになります。そうじゃないものがバイナリーって言って、生物のこの世界のデータでもちょっとこのバイナリー形式のものが最近増えてきたんですけれども、基本的にはデータの読み込みを早くするとかデータサイズをちっちゃくするという目的でこっちをしていて、もともとはこっちだったんだけど、データサイズが、ね、大きくなってってこういうふうに、なってきたものがあります。で、この辺はですね、そのバイマティクスの翻訳本の方の、この辺にも、書いてて、僕が今日ここに挙げたフォーマット以上にいっぱいあります。なんでかというと、やっぱこの配列解析も歴史が長いので、昔からいろんなフォーマットでこう使ってきてて、それの流行りすたりがあるんですね。流行りすたりが全部書かれてて、かつての GCG 形式とかそういうふうなものまで書かれてて、 GCG 形式って知ってる人いないね。はい、あ、いた、樋口さんじゃないですか、どうもご無沙汰しておりますそういうぐらい昔の配列パッケージ、20世紀にですねよく使われたそういうものまでこういうところが書かれてて、ちょっと古いなと思うんですけれども、全部一応書かれてるので、なんかそんな形式でデータ持ってるとかいう顧客とか共同研究者が出てくるかもしれないんですけれども、そういうものはなんとか変換していけるというふうな時代になってます。すいません、脱線しました。だいぶでさっきもう言っちゃったんですけど、ファスタ形式ですね。これが多分一番配列形式としては使われてます。でじゃあファスタ形式ってよく使うんだけど、これって何っていう話なんで、説明しますと、もともとはファスタで配列優性検索プログラムファスタで使われてた配列データ形式です。で日本ではファスタと読むし、欧米でファスト A と読みますという話ね。もう下ね、これねくどいけど大事なんで、もう何回も言います。でこの形式は基本的にルールこの2つだけです。1行目にこの不等号で始まるヘッダー行があります。これですね。で2行目以降に実際の配列が書いてて、改行は何回入ってもいいです。改行入らなくてもいいけど入ってもいいんです。それがこのファスタ形式です。以上です。こんだけです。で簡単すぎて、これ本当ルールが甘すぎるから、割とみんな苦労するんですけれども、この不等号の後にこう塊でついてるのが ID です。でこの ID のルールもいろいろあるんですけど、 NCBI なんかこういうのが好きで、GI パイプ数字パイプ GB パイプでなんか、AAD なんとか書いてパイプでスペースが入ってチトクローム B って書いてますけど、これどういうことかっていうと、この前の方も ID なんだけど、これ ID が実は2つ入ってて、 NCBI のなんかルールではこれ GI 後って書いてるのはこの、NCBI が管理しているGIっていう ID ですね。この番号で NCBI の方はよく知ってる。だからこの番号を NCBI のところに検索して出てきたら、それであることが多いというものになってます。で GB っていうのはこれ何かというと、ジェンバンクの略なんですね。でジェンバンクでは AAD の 44166.1 っていう ID でなってますと。それがこの実は ID を読み解くとそういう意味なんですけど、じゃあどっちが正しいんですかってよく言われるんですけど、 NCBI 的にはこれが多分よくて、ジェンバンクではこれですというふうに2つの ID が混ざって入ってて、でこれこのスペース以降は割とアノテーション
ですね。この遺伝子、この配列が何であるかというのがこう書かれていることが多い、書かれていることが多いということで、ない場合もあるし、これがまあ変な綴りが入ってたりとかすることもあるかもしれません。まあ、そういうものですね。でそれ以降はもう本当塩基配列だろうとアミノ酸配列だろうとこういうふうにざーっと出てるのは、これがファスタ形式になってます。でこのこういうのがまた次の行からこの不等号が始まってってなるのがマルチファスタ形式で呼ばれてて、これで終わりだよっていうさ終了文字がないために結構これ扱うの難しいんですね。難しいんだけどこれがもう世の中でルフしちゃったんで使ってくださいとしか言いようがないんですけど、まあ、こういうふうな世の中に世の中というかになってます。まあ、ウィキペディアにもなんかちゃんとウィキペディアからこれの使われている例をこれ持ってきたんですけど、まあ、そんなふうになってます。それがファスタ形式で、マルチファスタっていうのもそういうふうに、これが複数繰り返し出てくるようなものですっていうふうな話ですね。でですね、でさっき出てきたそのアクセッション番号です。このジェンバンクのここの番号はアクセッション番号と呼ばれてます。でなんでかっていうと、ジェンバンクと DDBJ と、EBI のエンブルバンクはデータを交換してて同じデータを持ってるって話を多分安和さんが、してくれたと思います。それはよく勘違いされてて、ジェンバンクに登録したっていうのと DDBJ に登録したっていうのが実は等価であるっていうのを本当は知らない人が割といるんですが、等価です。で日本語でアクセスやり取りできますので、日本人日本語が流暢な方はぜひDDBJ に登録をよろしくお願いします。はい、英語がいいとかがやっぱり俺は NCBI やっていう人は、まあ、そっちでもいいんですけど、基本的には日本の研究費でいただいてるんだったらぜひ DDBJ に登録するようにしてください。でその今言った3つ の, データベースは昔からある塩基配列のデータベースで、ものすごく権威があるというか、論文を出すときにはそこにデータを登録してそこから番号をもらわないと載せませんよっていうふうになってます。で、それはですね、その自分たちが決めた塩基配列が他の研究者に再利用してもらわないといけないというか、再利用してもらうことでその研究の価値が高まるだろうというふうな考えのもとにやっている、これ紳士協定じゃなくても、必須になってますけど、なってて、その番号のことを特にアクセッション番号と呼んでて、本当はその、このジェンバンク DDBJ、エンブルのこの番号、この番号のことだけが世の中的にアクセッション番号と呼ばれてて、それ以外はアクセッション番号じゃ本当はないんですけど、まあ便宜上例えば次世代シーケンスのデータベースの番号なんかもアクセッション番号と呼ばれてますけど、基本的にはこんな形してます。なんかアルファベットで始まって数字でドットなんとかみたいな。でこれどういう意味かというと、実はアクセッション番号自体はこのドットの前の AB の016472っていうのがそのアクセッション番号です。点1っていうのはこれバージョンです。この、データのエントリーがなんか更新されて誰かがこう訂正するんですけど、まあ、特にオーサーなんですけど、オーサーが訂正したときにこの番号がどんどんバージョンとして変わっていくと、そんな風になってます。でじゃあ実例なんですけど、こんなやつですね。で、まあ、こんな風になってて、ローカスっていうとこから始まってずっとなんか、何の生物でやったかとか、どういうジャーナル出たかとか、そういう風なものがザーッと出てくるという風な形になってて、当然今 NGS 時代でこんなそんな、短い配列は読まねえぜみたいな、短いではない、そんな、長いんだけど、こんな1個ずつのエントリーは読まないぜってみんな言うかもしれませんけど、結局論文として出すときにはこういうふうに、NGS から出てきたアウトプットをですね、整理して、登録することがあると思います。そういうときはやっぱり DDBJ に出しますし、NGS の SRA のデータは SRA の方のデータとして、登録します、するし、これと、まあ、結びついて登録するから、結局これが一番基本的なんですね。でこうアミノ酸配列はこういうふうに、翻訳されますよとか、そういうふうなものがここの中に全部書いてあると。それが、まあ、DDBJ の、フォーマットで、基本的にこれがデータベースのよくあるデータベースなんかのもの の基本のフォーマットになってます。だから配列データの一番の基本は本当はこのジェンバンクの形式で、ここから、配列類似性検索のソフトが必要な配列部分だけを抜き出したのがファスタ形式っていうふうになってると思ってください。だから GB2 ファスタみたいな、そんなプログラムが出回ってですね、この配列情報を入力として、出力としてはさっきのファスタ形式が出るみたいな、そんなふうな、まあ
流れというかそういうふうなことが、まあ、一時期流行りましたが、今は、オリジナルのサイトが全部そういうふうに変換してくれますので、あんまりそういうのは流行らなくなりました。はい、まあ、これはいいです。こういうふうな、まあ、フォーマットがあるよと。でここから NGS の話になるんですけど、 NGS のファイルは、まあ、皆さん知ってるかもしれんけど、これファスト Q、 もしくは日本人だとファストクって読む人がいるらしいんですけど、ファスト Q のフォーマットが、一番、まあ、の生データというふうになってます。もちろんそれ以前に各シーケンサーが出す中間ファイル、まあ、イメージファイルとかいろいろあるんだけど、基本的には塩基配列のデータとして各社揃えてるのはこのファースト Q のフォーマットだと思います。じゃあファースト Q って何かというと、こんなやつです。で、これはですね、これもやっぱりそのテキストで、プレーンテキストです。別にワードドックじゃありません。で、ファイル拡張子なんかよく使われるのは FQ とかファースト Q みたいなのがよく使われます。よく使われますっていうのは、別にそれだけしか使うなみたいに風になってないということです。はい。で、フォーマットの特徴は4行単位になってます。こんな感じですね。で、1行目はさっきは不等号だって言ったけど、アットから始まります。アットで始まる、ヘッダー行があります。これですね。で、2行目に実際の塩基配列だーとかあって、3行目が、プラスがあって、4行目に実はこの上のこの配列の、シーケンスクオリティですね。シーケンスクオリティがこう書いてあります。これはですね、実はどこがシーケンスクオリティやねんと思うかもしれないですけど、それぞれのこの、文字ごとに実はエンコードされたシーケンスクオリティの値があってですね、昨日まで多分話してくれたメリーフさんがなんかポスターで配ってくれてる、ないかな、持ってきてないかな、ポスターで配ってくれてるやつなんかにね、書いてあるんですけど、これが、値がなんぼですとかそういうふうにあるんですけど、そういうフォーマットになっているのがファースト Q です。だから4行1単位なので、例えばこれが、NGS ですから5000万行一気に出てきたら、1個のファイルは2億行あるというふうになります。まあ、2億行もあるので、普通のパソコンでダブルクリックして開くと、まあ、えらいことになりますので、あんまりそういうことはしないようにしてください。まあ、すぐ気づくと思うんですけど、そういうことをしないために Linux のレスで開くとか、そんなことを、まあ、するわけです。まあ、こういうフォーマットねっていうのが、ファスト Q は、まあ、慣れ親しんでください。多分これから嫌ってほど扱うと思います、ファスト Q ね。でファースト Q が実はさっき言ったみたいにテキストファイルなので、でっかいんですね。ものすごくでっかいので、流通させるのにあんまり向いてないってことで、 NCBI が作ったのがこの SRA っていう形式です。拡張子や .sra とか .light.sra みたいな、そんなまあ、こっちに含まれると思うんですけど、これはこっちに含まれるかもしれないけど、そういう配列拡張子で配られている NGS 配列のデータ配布フォーマットになります。でこれはですね、NCBI が配っている SRA ツールキットというプログラムをダウンロードしてきて、こういうコマンドを打てばですね、このファースト Q ファイルが復元できるというものになってます。ですので、これ実はバイナリーです。バイナリーで配られてるんですけど、まあ、呪文を唱えればこういう、ファースト Q の配列が自分のパソコンで再現できると、そういうふうになってます。そういう形式で、まあ、SRA なんていうのはその、流通のためのフォーマットですから、自分がそのデータ持ってて他人のデータをどこかが取ってくるとかいうことがなければあんまり使うフォーマットじゃないんですけれども、多分一番最初にNGS 解析して見るのはこれだと思います。 BAM だと思います。昔は SAM だったんですけど、今は BAM です。でなんでそうかというのも話するんですけど、これは簡単に言うと、SAM はプレインテキストで BAM はバイナリーってことなんですけど、じゃあ何の形式かというと、ここに書いてある通りです。ゲノムにその NGS の配列をマッピングした時に生成されるアライメントのフォーマットになってます。つまりゲノムにマッピングした時 の, マッピングした結果 の, 結果がこの、SAM BAM 形式です。でこれをこのデータを読み込んで、ゲノムブラウザーなんかで自分のその持っている配列がどこにマッピングされたとか、そういうのをまあ見るわけですね。で結構この SAM と BAM なんですけど、まあ、データ量が大きいので、まあ、SAM で、
計算結果はサムで出てくるんだけど、それをバムに変換してあの後の処理に使うということが多いので、サムバムを変換するようなツールのサムツールっていうのもあのよく、使われてて、最近バージョン1になったのかな、なんかバージョン上がったんだよね、上がったんだよ、うん、でバージョンのそのサムツールのバージョンの違いで、そのサムツールが使えた あのあるコマンドが使えなかったりとかして、なんかいろんなバージョンを持ってるというふうに伺ってます、あの実際の解析の人たちは。まあ、そんなふうに大事なあのフォーマットですが、まあ、中身はあんまり知らなくていいんですけど、こういうことです、あの本当にあのゲノムマッピングした時 の, あのファイルなんだなっていうことを知っていればよくて、であと追加情報言っておきますと、このサムバム形式なんですけど、バム形式なんですけれども、DDBJ の方であの管理しているその SRA のっていうデータベース、シーケンスリードアーカイブっていうその NGS データ の, あのデータベースがありますけれども、そちらの方で受け付けるあのデータは今までファスト Q だったんですが、この BAM の方でも OK というふうに、時代が変わろうとしています。それは今年度の、この NCBI と EBI と DDBJ のこの会議であの決まりました。でそんなふうにだんだん BAM をあのアップロードすれば、渡せばそれがあのオリジナルのデータとして使えると。でどのゲノムのバージョンにあのマッピングしたかという情報があれば一応再現ができるということで、あのこの形式が、あのあ、要するにファスト Q がとかが再現できるということで、このバム形式を、まあ、プライマリーの形式にっていうふうな、流れになってますので、まあ、よく知っておくといいかなと。バム形式っていうのが、まあ、使われて今後どんどん使われていくようになるし、あのさっきの SRA っていう形式がありましたけど、まあ、これよりもバムの方であのデータのやり取りをするようにな時代になっていくんじゃないかなというふうに、思います。もちろんあれですよ、あのゲノムにマップした形式だからゲノムが決まってない生物にはできないですよ、あのないから、そういう生物は相変わらずファスト Q を使いますよ。ですがあのそういう あのある程度もう、人とかマウスとかの研究してて、あのバージョンこれを使いましたっていうことが分かっていればいいような、まあ、研究の場合にはってことですね。はい。で、ここからまたちょっと話が変わるんですけど、 GTF とか GFF という形式がよく見るかもしれません。これは何かというと、ジェネラルトランスファーフォーマットの略の、略で、これはゲノムのアノテーションのフォーマットですね。要するに染色体のどの位置に何があるかとかいうものです。例えばこれ X 染色体の2のこの、位置、ここからここまでの位置にはリピート配列があるよとか、そういうことがあの書かれてたりとか、あとプレディクティッドトランスクリプトがあここからここまであって、それはジェンスキャンで解析した結果でこの ID と対応しててとか、そういうふうなことを書いてあるのが GTF と呼ばれるものです。でこれはもともと GFF と呼んでたもので、ジェネラルフィーチャーフォーマットと呼ぶもののバージョン2ということで、あのなんだけどこんな細かいことどうでもよくて、あのとにかくこういうふうにゲノムのどこの位置に、あの座標のどこからどこまでにどういう特徴があるかというのを記述するフォーマットになってます、ですね、まあ、これは何で使うかというと、あのゲノムの座標に対してここからここまでってマッピングされた結果がそれがトランスクリプトだったかイントロンだったかエクソンだったかとか、そういうのを知るためにこれがこのフォーマットが必要ということで、あのよく使います。で、まあこれ見ての通り座標がこれもろに書いてますから、ゲノムのバージョンが変わるたびにこれも変わります。だからどのバージョンのこの GFF で、あ GTF であるかというのは、よく自分でも把握して使わないとあのえらいことになるということです。はい、まあ、GTF っていうのはこういうものだっていうのを知っておいてくれればとりあえずいいと思います。でまあそれと似たあのフォーマットとして、あの主に、UCSC のゲノムブラウザーの方なんかで使われるというか、まあよくまあ、皆さんはこっちの方を使うんじゃないかと思うんですけど、ベッドフォーマットっていうのがあって、これもゲノムアノテーションのフォーマットで、これも一緒ですね、染色体のどこからどこまでに何があってみたいなのを記述するあのフォーマットになってます。でまあ一番上のように、まあ、トラックとかなんかこういうふうなディスクリプションとかなんかこう、ちょっと魔法の言葉があるんですけど、こういうのも詳しくはあのこの主にゲノムブラウザーの方のページですけどに行けば詳しいこのフォーマットのあのことが書いてますけど、のであのこの GTF と GBED っていうのがこのゲノムアノテーションのフォーマットとして使われるんだなってことを、まあ、あの知っておいてくれればいいかなと思います。で、まあ、最後にあの、出してきたこの VCF なんですけど、 VCF っていうのはこのバリアントコールフォーマットってことで、これは配列の多形をね記述するフォーマットです。これはまあ、 あの人とかは主にその、今のその
リファレンス配列に対して日本人はどこが違ったかとか、この病気の人はどこが違うかとか、そういうふうなことが重要なので、このバリエーションですね、どこが違いがどこにあるかというのがここによく見ると書いてありますね。あの2番染色体のここからここのはなんか RS 何番号何番で G から A に変わってたとか、なんかそういうふうなことがいっぱい書かれているような、このフォーマットがあのVCF というので、よくこの VCF フォーマットとかいう言葉をよく聞くと思いますが、あの Wikipedia にバッチリ書いてますので、あのぜひそっちを見てください。 VCF だけじゃなくてバリアントコールフォーマットっていうのを覚えておくと、あの詳しくはこっちに見える、これはまあ要するに多形を記述するフォーマットだということを知っていれば OK だと思います。こういうふうな、まあ、フォーマットをあのプログラムの入力として使うことがわりかし多いかなと思います。でもこれなんかいっぱい言いましたけど、まあ、RNAseq をやるだけでもこんなにいっぱいあるんだよっていうのをちょっと、書いておくとですね、まあ、RNAseq の流れって多分あのアメリフさんが多分講義してくれるんだと思うんですけど、その中でも、FASTQ が一番クエリーの入力時にあるし、ゲノム配列は FAST フォーマットで書かれてるし、それがあのガイドモに貼り付けた結果は BAM で出てくるし、それを解釈するときにどこに遺伝子があるかとかいうのを見るときには GTF ファイルを使うし、みたいな感じにものすごくいっぱい使うんですね。まあ、だからこの辺のフォーマットをあの知っておかないとあの、いけないよっていう話ですね。まあ、これは僕 の, あのよく使うあの RNAseq のデータ解析の流れという図ですけど、まあ、そういう中であのこんな風に使われてるんですよというあの話でした。はい、ここまでがとりあえず配列フォーマットに関してなんですけど、なんか自分はこの配列フォーマット聞きたかったのにボンの嫌がらんかったとか、なんかそんなんあります？特になんかありませんか？大丈夫ですか？あ、はい、どうぞ。あのリファレンス配列って、はい、どのように、ずっと言うもんだったんですけど、どのように言うのか。リファレンス配列、はい、それはですね、生物種にもよるんですけれども、どう言おうかな。それはあのその研究をやってる人があのすごい難しいね。それはあの基本的にはあの今までずっと研究の歴史やってて、例えばマウスなんかだったらあのマウスのゲノムを決めてたところなんかが ある程度こうつなげていって、でその共同研究してる人たちがあのこれでいいだろうってことでやってて、実際にはあの手でそういう職人、ゲノムアノテーション職人がいるんですけど、そういう人たちがあの作ったものなんですけど、あのものすごくあの簡単に言うと、意味わかる？分かってる意味わかる？分からない？ VCF とかで、はあ、スニップのことをやってるんで VCF をよく扱うんですけど、 VCF とかでそのリファレンスとあのオルタナティブがあるんですけど、うん、そういうのってその例えば他の、あ、研究はマイクロアレイをやってるんですけど、マイクロアレイでやってる時にちょっと記述がその同じ、例えば千人ゲノムプロジェクトとかで同じものを取っててもリファレンスとオルタナティブがひっくり返ってたりとかするんですけど、うんうん、あのそういう、あ、つまりリファレンスに文句が言いたいってことですね。いや、あのなんか共通じゃない。あ、それはそうですよ。だってこれ人でしょ、はい、今多分人を使 う、ね、人なんてそんなもんもういろんな人のごちゃ混ぜですから、今言われてるリファレンスなんていうのは。じゃ あ, あのみんな思い思いに勝手に、勝手にってわけじゃなくて、そのサンプルから読み解けるそのなんだけど、そのサンプル一番最初に作った時に人は何人かのゲノムからあのやったというふうに聞いてます。ですのであのそのゲノムを持つ人は多分いないと思います。なのでものすごくその辺の連鎖とかそんな調べようと思ってもあの無駄です。なので一人を決めないとダメだと思います。なのであのできる限り皆さんが多分日本人をやっていらっしゃると思うんだけど、日本人のゲノムを決めて、そういうリファレンスにしましょうっていうのが今まさにやってて、あの、東北の方であのゲノムセンターをやってるし、あの京都の方でエクソームとかそういうのを日本人のやつ呼んでますよね。だからそういうふうな健常者のそういうデータっていうのをまああの今まさにあの貯めてるんだけど、そういう時の違いっていうのを何を元に違いを記述するかという時にこんなんでっていうだと思いますけど、僕もあまり詳しくないので。
バグフォーマットからそのベッドフォーマットのファイルに変換を行うときがあると思うんですけど、バムからベッド？やったことないです。バムから、はい、あ、そうですか。はい。その際、その2つのファイルの情報で、何か違いとかそのあたりを教えていただければと思うんですが。バムはだから、ゲノムの、ゲノムに対してそのシーケンスの配列をこうペタペタ貼り付けたあのフォーマットでこんなんですね。でそれをベッドにするんですか。それはまあできなくはないんですけど、あのベッドっていうのは基本的にこのかなりシンプルな形式で、染色体のこっからここまでにこんなんがありましたみたいな。だからこれをあなたのおっしゃるMGS のリード1個にすれば確かにベッドにはなりますね。なりますけど、それって実用性あるんですか。ないと思いますけど。ありますかね。ない。ベッドを入力するものもあるんで。いや、あるのは分かるんだけど、ベッドってそんなでっかい、でそんなむちゃむちゃ5000万行ぐらいも奥の行も使う作る。どうですか。やったことある人、バムからベッドをやる人。ベッドツールスというのがあるので、多分それからバムファイルから作れると思います。 UCSC などに、ベッドを放り込みたいというかに、まあ、そのベッドファイルを作ったりはしたりします。やるんだったら WIG にするんじゃないの。普通はここで話しなかったんですけど、もう一個この NCBI 特注の UCSC で使われる WIG WIG っていうフォーマットがあって、ここではもうややこしいから言わなかったんですけど、あるその、染色体のある位置にどれぐらいのものがあるかと、その数値をこう記述していくようなフォーマットがあります。だからある座標は10、ある座標は100、ある座標は50とかいうふうにわーっと書いていく WIG フォーマットってありますけど、そういうのに変換するのはまあなんとなくわからないではないんですけど、解釈が非常に難しくなると思いますが、どうでしょう。まあクライアントがやってくれっていうならまあそうだと思うんですけど、あんまりこう実用性ないかなと思います。すみません、もしかしたら来週 のセミナーの範疇かもしれないですけども、 VCF ファイルは何か のソフトウェアがファースト Q かなんかを送って生成するものなのでしょうか。あ、知らないです。来週聞いてください。僕もやってないんで。誰が答えられるか。私もわからないです。いいですか。SRA が、はい、バイオリンパクリンマーティックの場所と素人なんで全くわからないんで教えてほしいんですが、GTF ファイルとベッドファイルっていうのは結局同じことを表しているファイルっていうのは。そうです、そうなんです。これね、面白いんだけど、これは主にアンサンブルというヨーロッパのイギリスの方のゲノムブラウザーを周りによく使われてきたフォーマットでした。で、主にこのゲノムのアノテーション、アノテーターがこう頑張ってつけたこういうデータをこう記述していくというゲノムのアノテーションだから、どういう質のものかというのをこう書くような、まあ、割と人間の手が入ってそうなものだけど、これベッドってなんかこう機械的に出てきたこうものをもうここからここまでゲノムブラウザーで表示するためにここからここまでっていうふうなものをまあ記述する、割とそういう性質があるようなフォーマットで、その場合は、ゲノムを見るための、情報っていう認識、まあなんだけど、よく使われるところに派閥があるんですよ。これはアメリカ派閥なんです。UCSC だからサンタクルーズだな、あっちの方 UC アメリカなんです。アメリカでこっちはイギリスっていうかヨーロッパ EU、 仲悪いんです。ありがとうございます。同じなんだよ。そう、究極的に同じなんです。だから
仲の悪い人たちの仲っぷり持つっていうか、その全然違うあの情報を提供しているのをこう統一するような、いや統一するような団体はないと思うんですけど、例えばアンサンブルの ID と、はい、エバークの ID と、はい、NCBI の ID をなんかこうリンクしてくれるような、はい、リンクっていうのは、アンサンブルの ID を入れると、うん、はい、アイオン系で、ああ、はい、ありますよ。ありますけど、やる？午後やります。バイオマートのことです。はい。っていうのがあって、バイオマートっていうのがあって、それを使うんだけど、午後教えてくれるそうです。さっき NR っていうのは、NR の話？はい。はい。NR は何？ NR は何？何か。あ、NR が何か？ノンリダンダントっていう意味で、どこにもないです資料、あのなくて、あの今でも使う先生多いんだけど、もともとはその各種その塩基配列のデータベースでもいろいろ種類が、さっきはさ全バンクしかないみたいなこと言ったけど、いろいろこう全バンクに入らないようなものとかなんかいろいろ集めてきてた時代があって、全バンクというよりは核酸というよりは主にアミノ酸配列の方なんだけど、例えばそのユニプロットって今呼ばれている、もともとはその当時はスイスプロットと呼ばれたものと、それはスイスプロットで名前聞いての通りスイスでやってたからスイスプロットなんだけど、とアメリカでやってるその PIR っていうプロテインアイデンティフィケーションリソースっていうところでやってたアミノ酸セットと、あと PDB っつってあのアミノ酸、あのアミノ酸じゃないな、そのタンパク質の立体構造のデータベースなんだけど、それの、あのアミノ酸配列部分だけを抜き出したようなデータベースとかいっぱいあるんですよ。 あるのね。それをこう同じ配列があると計算遅くなるからっていうので、それをあの一緒にしちゃったと。それがあの NR なんですよ、もともとは。だったんだけど、あの、それぞれのデータベースがデータ交換とかしていって、だんだんその、意味がなくなってきたというか、あの昔はそのあんまりゲノム配列、塩基配列とかアミノ酸配列が世の中にないから、そういうことをしないといけなかったんですけど、今はもうあのモデル生物なんかのゲノ、あの配列全部もう解読しちゃってて、 ある意味池の水を抜いた釣り堀状態なんですよね。だから、ない全部もうゲノムに構されてるはずなので、それを頑張ってあのアミノ酸に近あのやればどこも同じものが取れるはずなので、あんまり今使わないということです。なんだけど相変わらずそれをあの使うという教授があの多くて困ります。あのそろそろアップデート、頭をアップデートしてほしいんですけど、なかなかそのゲノム配列が全部決まった時代なのに、それの特徴を生かさないで配列データを、使われてないって方が多いです。皆さん若いからそういうこと言いますけれども、本当にねそういう人が多くて困ります。だから NR はあの時代遅れというふうに覚えて帰ってください。2つ質問させてほしいんですけど、1つ目が今の NR の話なんですけど、ちょっと今時代遅れって言われて衛星なんて思ったんですけど、それ別にそのゲノムシーケンスは決まってないって分かる。だからそうです、おっしゃる通りです。だからそうですね、ゲノム配列が決まってない生物種でもいろいろあると思うんですけど、ゲノム配列がより決まった生物で近縁の生物種に対して検索する方が情報量として多くないですか、だから使うなって言ってるんですよ。何が書いてるか分からないからなんです。一番問題なのはその配列は確かにヒットするかもしれないけど、ヒットした配列はあったけど、そのヒットした配列の ID をたどっていっても、プレディクティッドシミラートゥなんとかプロテインとかいう、安川さんが話してくれたと思うんだけど、そんな風にアノテーションが非常にひどいものが多いと。だからアノテーションがきっちりされたような、その皆さんがターゲットにされている生物の近くで、そういう風に頑張ってゲノムアノテーションされている生物の方のものにヒットした方がメタデータ、データとしてのメタデータが多くて良くて便利ですよっていうことを言いたかったんです、そしたらその NR を使わないでゲノムシーケンスがあるやつを使った方がいいっていうのは、状況的に、その自分が研究対象としている生物そのもののゲノムか、もしくはそれを検索できる程度に近い生物、しっかりアノテーションがついているような場合はそっちを使っているという感じですね。はい、割と、はい、
まあ、やってる対象にもよるんですけれども、かなり離れた生物でも大事な生命活動をするのに必要なタンパク質アミノ酸だったら割と保存されてますので。あ、なるほど、わかりました。で、2つ目なんですけど、ちょっと今更こんなこと聞くのも恥ずかしいんですが、ブラストの結果出力ファイルとかで大体まあ E バリューとかに注目するじゃないですか。はい。スコアってあんまり僕使わないんですけど、ちょっとそこら辺説明してもらっていいですか。え、スコアですか。はい。スコアの話はスコアの話はこのブラス基本的にはこのちょっと説明しかけたてか後でやるって言ったの、このアミノ酸のこのまあアライメントまず見るのは基本なんですよ。 E バリューとかスコアで判断しようっていうのは大変申し訳ないんだけどダメで、こういうマッチした時のこれ多分後の方にあります、皆さんの配布資料で、アミノ酸がそう並べた時に、で並べた時にその例えば A と A と A が一致してましたというと、そこで4点が与えられると。でその次が片方が I で片方がロイシンだったら、ロイシンとイソロイシンの得点はここ見る通り2点だから、それが2点であると。それをどん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 足していくんです。そういう足したことで出てくるのがスコアなんだけど、普通のただスコアにもいろいろ本当はあるんだけど、一番簡単にはそういう形になってますけど、例えばそのローカルでブラストとかかけて、はい、で出てきた、まあ、タブクギーのファイルとかをタブクギーにした時点でアライメントが出てこないので、あ、そうですね、まあ、そのアライメントを評価しするのが一番多分そこまで見たいっていうんだったら大事だと思いますよ。アライメント評価する、だからどれぐらいこうマッチしてたかとか、そういうのはタブ区切りのデータブラストの結果だと得られないから、 そこのアライメントがどれぐらい取れてたかとか、そういうことを基本的には見て、そこまでスコアのことを気にするんだったらまずは見るべきだと思うんですけど、僕はそれはそうなんだろう、プログラムとかで、処理可能なんですか、はい、処理可能ってどういう意味、例えばその E バリューとかスコアとかだったら、うんうん、まあ、その例えば E バリューとかっていう文字列の後にあるその数、値とかを、まあ、読み込ませるとか、スコアって書いてあるのについての値を読み込ませるとかってできるじゃないですか。でもそのアライメントって要するにその、まあ、例えば、2つの配列だったら、まあ、3行あるわけですよね。ああ分かった分かった、言いたいことは分かったけど、それは生物学者のする仕事です。現状はもうそれはそれができるように研究をしてくれるならものすごく嬉しいんだけど、基本的にはそれはずっと生物学者がみんなやってきたことです。どういう意味ですか。ずっと目で見てやってきたことです。ああ、やっぱり最終的には目に頼るしかないんですか。特にこれは実は昨日までの僕行ったところで話したんだけど、そのものすごく大事な、例えばその生物タンパク質の機能を考える上で大事な金属を排するようなアミノ酸残基とかブラスト知りませんから、それが抜けててもその周りが全部一緒だったら得点としては高く出る。 あと構造を作るのに G スルフィド結合を作ってて SSA がないといけないのにその S が片っぽないとかあると当然できませんよね。そうですね。だからそういうようなことは人間がやっぱりチェックしないとできないから、そういうルールを作って自分の中でそのタンパクをものすごい、やってて、そのルールを作った上でそのスコアをやるとかするとコンピューターにやらせることはできると思います。ですけど基本的にはもうそんなのめんどくさいから目で見ちゃうというのが流れだし、これはずっと感が変わってません昔から。ちょっとじゃあ質問の仕方を変えます。そういう、大量のブラスト結果とかを、コンピューターに解釈させるときに E バリューだけにでその解釈させていいものか、その中にスコアを含めた方がいいのかっていうだったら、それはもうやることにやる何を結果として欲しいかに依存しますすると思いますけど、ちょっと
なんか詳しい例とかないですか。それは申し訳ないけど、その時その時次第なので、例えば僕なんかはまあ、さっきから言ってる虫の研究してましたけど、蚕の、まあ、やつをブラストで全部かけたんだけど、それは人と蚕 の、 似ている遺伝子を対応つけたいと、でトップヒットをだけを取りたいって言った時はそれ E バリューでいいよね、そういうようなことはしました。ありがとうございます。いえいえ。どうします？何かある？あ、まだもうそのまま質疑のことで終わりになって、何か続きがある。あ、続きはないことはないけど、もう次のやつになるけど、あ、実習になるけど。あ、なるほど。あのファスタ形式とファスト級形式で、うん、サイズ的には SRA の方が重いですよね。本体としては SRA、まあ、もちろん情報量とかバイナリーとかっていうのがあるから、その相対的にはなんていうか、うん、SRA とかの方が軽いんだとは思うんですけど、はいはい、我々が手にして実際に物として取り扱うものっていうのはファスト級の方がサイズ的には確か軽い。そう、そうですか。いや、それはファスト Q1 個だけじゃなくて、それ以外のメタデータも含めてるからでしょ、これ。ああ、ええー、あのイメージとか。そうですね、うん、それが含まれるから、まあ結果的にはいや、あの管理する側から言うと、そういうデータを全部落としたいって時に1個になってる方が嬉しいっていうことでしょ、うん、だと思うんだけど、これどうなんですかね。あの川岡先生の講義のところで、メスアレイからファスト Q ダンプとかでこうファスト Q 形式に変換してっていうところが、まあ、まだ皆さんのところには公開されてないんですけど、そういうのがあって、で私個人的にはなんかもう最初から別にメスアレイ形式とかじゃなくてファスト Q で落としてそれで解析すればいいじゃんって、そういう立場なんですけど、どう思われます？誰か意見ある人いますか？ないなぁあんまり落としたことないですけど、例えばあの454とイルミナとかが合わせて SRA とかになったら、どうやって一個一個に分けたダンプするときに、454は454のやり方だったり、イルミナはイルミナのやり方になってしまいますよね。454だとクオリティのとあれが違うので、それはあのそもそもプラットフォームが違うから SRA の ID 的に違うっていうことで、 ID は別になりますね。もちろん多分実験シリーズとしても SRX 的にも別になると思いますけど、他よろしい。あ、はい、私もあの SRA で落としたことあるんですけど、ファスト Q とかバムを直に落とせた方が楽だなっていうのがあります。ですよね。いや、あの DDD2A が結局ファスト Q を提供してくれてるから、あの我々的には多分すごくありがたいんですけど、若干このディレイがありますよね。ファスト Q が見えないっていうのは、そのあたりちょっとどうにかしてくれるとありがたいかなって、まあボンド先生に言うことじゃないですけど、ぜひ中村先生にお伝えいただければ。前それは要望としてお聞きしたつもりです。ギャップがわからないって話だったんですけど、ギャップに関してはあのググれば多分出てくるんですね。ギャップ、これサカナクションじゃないわ、ね、ググってください。でただギャップだけググっても多分難しいんで、配列解析とか僕入れました。そしたら2つ目ぐらいにウィキペディアが出てきて、ここでギャップってやるとギャップが挿入されるわけで、これのことです。ギャップ、ここでずっとあって、ここでこういうのこれがギャップです。あ、こういうのがギャップです。インサーションデリーションのことを、この業界ではギャップって言ってて、それ以外にもいろいろ温度差があるってことをギャップって言います。いや本当ですよ。あの笑いとろうもって言ってんちゃうんです。本当です、これは。はい。で、これ何調べてノンリダンダントデータベースって分からんねんけどっていうのは、シークアンサーズにも答えがあります。シークアンサーズってあの、まあ、向こうでいう、 こう QA サイトなんですけど、実を言うと日本にも QA, あの QA サイトがあって、 LSQA で多分ググってもらうと
出ますライフサイエンス QA これの、ところに聞けば、答えてくれる時もあります。こういうのもやってますし、シークアンサーズで、実は答えがちゃんと出てるんですけど、この場合のノンリダンダント何ですかっていうのは僕が実は昔に、こういう今回の僕のスライドもここに上げてますけど、そういう資料、これ DDBJing って言って、DDBJ で今年僕が話したやつの資料にあるんですが、これですね、ノンリダンダン NR とかノンリダンダントとか言ってるのこれのことで、 NR とか NT とか書いてあるんですけれども、基本的にはこれは拡散の方の配列のことを言ってるんですけど、ジェンバンク、エンブル、DDBJ、PDB、レフセックを足したもので重複を除いたものですって書いてて、で大事なのはノンリダンダントって言ってるのに、ザデータベースイズパーシャリーノンリダンダントって言ってます。ノンリダンダントじゃないそうです。でもそれが使いたいって人が多いので、割とこういうところの全体を、普通塩基配列のデータベースと呼んでてっていう話ですね。あとはいろいろレフセックの話とかもあるんですけども、ちょっと今回は割愛しますので勉強してみてください。こういうのはだから加藤さんが言われた通り、インターネット上にいっぱいリソースありますんで、検索すれば出てきますので、使ってください。でアミノ酸配列の時もやっぱりノンリダンダントって言って、ノンリダンダントのアミノ酸配列っていうので、やっぱりそのアミノ酸配列のデータベースをいっぱいいっぱい集めて作ってるんですけどっていうのがあれなんですが、最近は何回も言うようにこうやってゲノム配列はゲノムブラウザーから利用可能で、これアンサンブルの人のやつなんですけど、データベースでデータが欲しいって言ったら、このダウンロードジーンズ CDNA、NCRNA プロテインズってリンクがあるから、これをクリックしてですね、行くと、みんなでクリックしたらつながらなくなるんでちょっとやめてください。これでPEPっていうアミノ酸が欲しかったらPEPっていうとこをやると、現在のこれ人ですけど、人の予測アミノ酸配列セットでここから落とせます。大体こっちの方取ってください、11.8 メガぐらいですねの、セットが取れますので、こういうのを使いましょう、ブラスト の相手には使いましょうっていうのが一応私 の趣旨でした。なので別にノンリダンダントを使って答えが出ないってわけじゃなくて、人しか配列対象にしないんだったらこういうものを使うのが一強ですよというのが、一強というか早いよって、スピードが早く終わりますよということを言っております。はい、これがちょっと始める前に、一言で、じゃあちょっと本題に入ろうと思います。これちょっと90分しかないちょっと演習であれなんですが、演習と3つ用意しております。で、まずはですね、そのペアワイズの比較ということで、ダイナミックプログラミングということで、ついになった配列のアライメントということで、ニュードルマ分子法、スミスウォーターマン法ってお話ししたものの他に、もうちょっと直感に訴えるドットプロットというのをみんなでやってみようかなと思います。で、2つ目はブラストをやるやつですね。これもさっきほど来言ってる話で、ノンリダンダント落としてきてやっていただいてももちろん結構なんですけれども、ここでは実は皆さんの、バイオリナックスにすでにイーストのデータをすで、に収めてあります。でそのイーストのアミノ酸配列セット全体とイーストのゲノム全体なんかに関してやるという話ですね。あとは最後は、Google の API を使って Perl のコードを書いてやってみましょうという話です。はい、じゃあ順番にやっていきましょう。で、はい、演習の準備なんですけど、エンボスのプログラムに、この、大体使うプログラムは全部入ってます。ですがエンボスはもうすでにインストールされているということなんで、皆さん特に考えることなく使えると思います。で今この演習1で使うエンボスのプログラムは大きく分けてじゃなくて、いや3つありまして、ドットアップっていうのと、ニードルとウォーターってやつですね。大体名前から想像つくと思います。ニードルがニードルマン分子法のプログラムで、ウォーターがスミスウォーターマン法のプログラムで、ドットアップはドットプロットのプログラムです。で比較したい2本の配列は自分で用意していただくと一番いいんですけれども、特にないという人はですね、僕が用意したGitHub のにデータが実はあるんですけれども、基本的には自分で用意してほしいんですけれども、ないとお前が用意しやがれという人はこの GitHub のこっちか GitHub のここに、実は今から使う配列、いくつか用意してますし、PDF 版の今のやつにもあるんですけど、 PDF コピペすると間違ったりするということなんで、この3つの配列が取っていきたいという人は
Git を使ってください、使うことは別にあのですけど、この Git のコマンド知らない人が多分多いと思うけど、この Git クローンでこの HTTPS の GitHub.com のボーノーの AJAX47 っていうのをコマンド打てば、さっきの5つの配列は全部落ちてきます、あのクローンされてきますので、もしよろしければこれ使ってください。配列すでに用意している人は別にあの自分でもいいんだけど、これはあのこれを打てと言ってるんじゃなくて、あの、これが一応一例としてありますよって言ってるぐらいです。はい、今日の9月5日のボーノー先生のところにあのリンクの先は今載りましたね。いや、これはリンク先じゃないよ。ちなみにこれコマンドで打つんだよ。コマンドで、うん、コマンドラインで。じゃあ、マイリナックス開いて、ファイアフォックス開いて。ファイアフォックスじゃないよ、ターミナルだよ。うん、ファイアフォックスで、このウェブ、私のウェブページでコピーして、ああ、はいはいはい。はいはいはい、そういうことね。はい、あの、いえいえ。だって、別にアドレスじゃないじゃん、これ。これ、あのターミナルで開いたら、Git がちゃんと入ってれば、入ってるよね、普通。いや入ってると思うんだけど、入ってなかったらあの、今からやるのをこれ、やってください。あ、まだあった方がいい、もういい、うん、これ次のだからページのこれがこういうファイルはこれが入ってるだけですけど、どこに迷ってる方、Git が入ってないか、え、入ってないの、うっそ、まあ Git 入ってないか、じゃあいいや、じゃあいいです。訂正位置でコレクト Git to Underbar Git って聞かれるんですけど、あ、本当、はい、すいません、分からん。じゃあいいです、こっちでいいです。あのもう配列もうあの PDF、 これ PDF で配ってるんでしょ、持ってるんだよね、あります。 PDF で持ってるんだったらあの開いてこの PDF のこの配列2つなんか、用意してみてください。コピペしてください。PDF のファイルをお渡し してると思うんですけど、それをあのコピーしていただいて、2つなんかファイル名をこう、僕はこんなファイル名にしてみましたけど、 hsdj1.pep.fat、 これ実はあの人のこれパーキンソン病の原因電子の一つの dj1 をあ の配列と、あともう一つはこれ実は解雇の dj1 ですね。この配列をこう2つあのやります。これあのカドさんの、ね、ページから僕 この今日の講義資料の PDF を開けば、ここあのコピーできるようになってるはずなんですけど、うん、このやり取りがついてこれない方いらっしゃいますか。はい、今ここはあの今日のボーノー先生のところですね。まあ、ここ辺はどうでもいいとして、これ講義資料ってやつがあるじゃん。これが PDF です。これ PDF。で、これをクリックすると、あの今日の講義資料のやつがバーッと見えるんで、そうすると先ほどのボーノー先生のあのスライドのところに行くじゃないですか。スライドのところに行ったら、その配列をそのままもうコピーして、あのファイル名をあのさっきの2つのようにしていただければいいということです。で、Gedit とファイル名みたいな感じにして、それで中身が先ほどのこの講義資料中の、はい、だいぶ下です。あ、だいぶ下、あ、もう行き過ぎた。これか、そうですね、こいつをなんかこういう中にですね、こうコピーしてやってくださいっていう、そういうことです。はい、そういうつもりでした。で、今なんかそれでやってくれって言って、それだけがやらないと次いけないみたいなこと言っちゃったんですけど、実を言うと、もうちょっと簡単に取れるようにしてて、なんか TA の人たちに大変申し訳ないんですが、実はこの URL を打てばさっきの配列が取れます。これをコピーして Firefox であのアドレスを取ると、最初から言ってほしいです。いやいや、苦労してほしいから。で、これをやると人の方の、ものが取れますし、まあ、だからこれもだから PDF をやっぱりファイルを見て URL を打ち込んだ方が、あ、コピーした方がいいと思います。落ちちゃった。で、これが人の方ですね。で、下の方が解雇の方ですね。これをURL、 Firefox でURL を打つと、多分ただテキストが表示されるだけだと思います、 Firefox。 そしたら別名で保存みたいなのが上からファイルのメニューから
保存できると思いますんで、それで保存してみてください。まあ、ファイル名ははっきり言ってどうでもいいです。自分で分かれば。で、なんでそれがこれが可能だったかって話が大事なんですけど、こんな URL で簡単に取れるかっていうとですね、実を言うとこの ID ってよく見るとレフセックなんですね。これレフセックの NP なんとかって始まってるのは実はこれレフセックの ID だし、このファスター形式のやつのを見るとレフって書いてあるでしょ。これがレフセックである証拠なんですね。まあまあ、そういうことになってるんです。理屈はないんです。そうなんです。で、それなのでレフセックなのでこういう仕組みで取れると。これが統合 WS って言って、まあ、DBCS でサービスしている配列なんかを簡単に取得する URL の URL でこう取得できるような、まあ、仕組みだからです。で、まあ先できた人は待ってるのは暇だと思うんで、この辺をこう入力してみてください。このドットアップっていうコマンドで、ポイントはですね、間違えた。この A シークエンスっていうのと B シークエンスっていうのに、実はこのファイルを2つ、今作ったファイル2つを入力します。で、あとこのワードサイズっていうのは、その点を打つんだけど、点を打つときに、塩基配列とかを、塩基配列じゃない、アミノ酸配列を1文字ずつ比較するんじゃなくて、4文字を1つに見て、4文字が完全一致したら点を打つとかいうのがこのワードサイズってやつで、でこれだと10文字だし、これだと2文字とか、そういうふうにちょっと、いろいろ数字を変えてみてですね、ドットアップのこのコマンドを打ってみてください。そしたら多分なんかね、いろいろこう聞いてくるんですけど、こうやって、はい、これはどこで実行するんですか。ターミナルです。ちょっとやってみた方がいい。はい、やりましょうか。じゃあやりますよ。じゃあこれですけど、もう全部コピーしてターミナルでやっていただいて、こうやってリターンってやると、あ、で失敗しました。なんでかっていうと、僕ファイルないからです。ファイルないので、どこだ、僕はアジャックス取ってきた、これですね。これでやるとなんか聞いてきます。X11 って聞いてくるんですけど、僕のは、まあ、他の皆さんのやつは X がもう入ってると思うので、多分こんな感じで、あ、 X が古いって言いやがったし、まあいいですけど、でもこんな風に出ます。こんな感じで出てきます。すいません、今の X11 のところで先生何を入れてる？リターン、リターン、ありがとうございます。で、まあ、ウィンドウを閉じるとこうやってエラーとか出ますけど、まあ、でも基本的にはこれ、これでいいです。で、これでワードサイズを2とかに変えてリターンってやって、 X11 ですかって聞いてくるんで、リターンするとこういうふうにこんなんでできます。で、これ2つの配列が2つの配列がこっちとこっちになってて、同じ、ここがスタート、N ターンで、こちらが C ターンに向かってるんですけど、同じところに点が、同じワードがあると点が打たれるというふうなので、こういうふうにしてます。まあ、これいろいろなパラメーターやると分かるんですけど、同じ配列だったらここは全く他もまっすぐダーンとこの斜め線が出るんですけど、まあこんな感じです。画像、保存ですか。保存は実はその、やってる環境にもよるんですけど、めんどくさかったらスクリーンショット撮っちゃって。はい、スクリーンショット撮るのが一番簡単です。なんか保存するのは多分あると思うんですけど、あんまり僕もスクリーンショット撮る以外にやったことないんで、このプレゼンを作る時もスクリーンショットを撮りました。こんな感じで、こんな感じですね。で、ワードサイズを大きくしすぎるとこんな風に真っ白になっちゃって何も出てこないんですが、これ人と蚕ってだいぶ離れた生物種でアミノ酸配列比較してるからなんですけど、だんだんちっちゃくしてくると4だとこんな感じで、2だとこんな感じで、特徴がだんだん見えてくるんですけど、それとともに周りに雑音がいっぱい見えるようになるというのがこのドットアップの特徴なんだけど、割とこの遠い類縁関係も
見つけることができるというのがまあ特徴です。じゃあこれのやり方なんですけど、まあこれをコピーして URL に貼って出てきて、これを保存ですね。ファイル名別名で保存みたいな。で自分のホームディレクトリになり何なりにこうやって保存する。ちょっとファイル名違いますけど、さっきとそれはまあ今ここで直してください。こうやって、何だったっけな、忘れました。これですね。これに入手書き換えると、で保存。もう一個も一緒です。こっちです。これのもう一個下の方のをコピーして URL 打ち込んでリターン、そうするとこれが出てくるので、これを保存するんだけど、保存するときにこのホームディレクトリに置きましょうっていうのが今言ってくれた話で、ファイル名もちょっと僕も忘れたんで、これまたこれもファイル名をここのをコピーしてここに貼り付けて保存と、そうしておくと、で普通になんか保存するとなんかこういうテキストみたいなのがついちゃうので、これはまあ消した方がいいかもしれないんですけれども、まあ基本的にはでもこれで大丈夫です。出てこないですか？なんかこうこの方みたいなやつ、後ろの方でなんか間違えて、まあ、できた人はこのいろんなID で、ちょっと待って、これなんかできた、いろんなパラメータを探して変えてやってみてください。そうするとこんな風に出ると思います。ただのプログラム名前、これただ単に点を打ってるだけ、アルゴリズムは何もない。アルゴリズムの方行きたいんだけど、ちょっとまだここでみんな止まってるからなんだけど、この先にこれよりも数値で出るようなというか、ニードルマン分子アルゴリズムとスミスウォーターマンアルゴリズムのやつを同じ配列を、配列セットを使って、このニードルっていうのとウォーターっていうのを実行してくださいって本当はやりたいんですよやりたいんで、できてる人はもうやってみてください。そうするとなんか最初にギャップオープンペナルティとかギャップエクステンションペナルティって聞いてくるんですけど、これ何にも打たないで開業リターン押してください。そうするとここに書いてるデフォルトの値 10とか 0.5 とかが入るので、それをまあ何か聞かれても開業リターンリターンってやってくれれば結果は出てきます。その結果をレスとかで見てください。こんな感じで、ドットアップができた人はどんどんすいません、先に進んじゃってください。ニードルとウォーターっていうので、同じやっぱり2つの その配列を使ってやってみてください。基本的にはもうニードルって書いて、その後にファイル名2つ書くだけです。スペースで区切ってくださいね。で質問もちょっと出たのが、はい、ドットアップの見方っていうか、見方ちょっと、はい、もう一回やります。ドットアップはこれ結果なんですけど、これちょっとあれやな、見づらいから拡大しますと、これって今までのそのアルゴリズムドットスミスウォーターマンなんとかとか全然関係なくて、ただ単にこの同じところに点を打つと、でこれね2つ今配列入れましたけど、アミノ酸配列の N 端から C 端までが順番に配列入ってたと思うんですけど、 N 端がこの1です。で C 端がこっち側で、これが片方の配列、これは数字から見るにこれが解雇の方ですね、配列で、こちらが人の方の配列、これもやっぱり N 端から C 端まで の塩基アミノ酸配列がこう並んでると思うんです。それで同じところがあったら点を打つというふうなやり方でやるんですけど、アミノ酸が全く同じところでやる場合は、さっきのワードサイズというのは1でやる場合です。これの場合は
それでやると実はあのゴミばっかり出るので、あのやってなくて、ワードサイズ2ってやって、あのアミノ酸が2つ単位であの区切って、その2つが同じだったらあの点を打つというやり方で点を打ってみたというものです。でこれで全く配列に類似性があると、ここに斜め線がずらーっと出るという、あのそういう仕掛けになってます。でこれで面白いのは、そのリピート配列があるとこの辺あの斜め配列がいっぱい出てきたりするんですけど、まあこれちょっとあんまりオーソログ人と解雇のオーソログの例であんまりあのこの辺にちょっとあのギャップなんか、この斜め線のこの斜めの、 あの傾きが変わってるというか、そのちょっと横にずれてるからここで何か入ってるんですけど、基本的にはこんな風な感じで、あのよく近縁のあのものを視覚的に見るのにこのドットアップというのを使います。でこれのことをドットプロットとかハープロットとか言って、昔はあのこういうあの比較がですね、あの論文の図によく出てましたっていうのはよく出てたのは80年代か90年代、10年代の前半なんですけど、まあ、そういうものです。まあ、それがまあこれの見方ですね。でワードサイズというのをこう変えていくと、まあ、いろいろあのよく見えるんですが、いろいろ分かるんですけど、ワードサイズ1にした時が全くその、アミノ酸1個ずつの単位の比較になります。で1でだったらどうなるんだっていうのは皆さん気になると思うんで、1でやってみたいと思うんですけど、僕もそれで同じで、ディレクトリ移ってからヒストリーをたどってワードサイズ1でやるとこんな感じですね。まあ雑音は多いですけど、こんな感じで出ます。これがアミノ酸1個ずつで完全に比較した場合ですね。で、まあ、これでなんか止まってしまってこれ以上進みませんよっていう人は多いと思うんですが、あのコントロール C でここで止めてもいいですし、ここであのこの X11 の、 あの端末なんか の、 あのこのクローズボタンであの閉じてしまってもいいと思います。そうすると終わりますね。次行っていいですか。大丈夫、まだまだまだ。ダメだ、また終わんねえから。でも大丈夫そうですか。はい、じゃ あ、 あの今の同じ配列を使って、あの一番最初に説明したあの2つのグローバルアライメントとローカルアライメントのアルゴリズム の、 あの計算のやつをやってみましょう。であのこれが一番基本なんですけど、あのこんな感じでニードルとウォーターの、まあ、最初にまずニードルやってみましょう。で2つの配列を、配列の名前をこれあの第一奇数第二奇数にして、入れてリターンってしてみましょう。そうするとこんな風になんか効いてくると思います。ギャップペナルティ、これはあの効いてくるんですけど、あの特にあのなんか数字入れなくていいので、開業リターンってリターンって入れてください。ちょっと一緒にやってみましょうか。よいしょ、ニードルってやって HS のなんとかっていうのと BM のなんとかっていうのをやってリターンにしてください。そしたらこうやって聞いてきます。こういう感じで聞いてきますですけど、あのいいんでリターンって言ってください。これもなんか聞いてきますけど、いいんでリターンって言ってください。そしたらあのアウトプットアライメントのこれファイル名なんですね、ファイル名を聞いてくるんで、これもまあ別にあのこのままでいいんでリターンってやってください。そしたらあのLS で見ると、その同じディレクトリにこの、なんとかなんとか .needle っていう配列ができ、あの配列はファイルができていると思います。それをレスで見てみてください。NP の needle。そうするとこんな風なあのちょっと味気ないファイルが出てくると思います。でこれがあの needle の、 あの結果なんですけど、まあそれの解釈についてはあのスライドの方にも出てますので、そっちを見ましょう。ウォーターも全く同じように出てくるんですけど、左側がニードルの結果で、まあ、見るべきところはこの赤いところが特に見てほしいっていうのでくくってて、ニードルマン分子アルゴリズムでやったのとスミスウォーターマン法でやったのとで、若干違うんですね。あのアライメントされたところの長さも違うし、ちょっと数値もちょっとだけ違うんですけど、まあ、大体一緒なんですが、一番違うのはこのアライメントです。アライメントを見ると、ニードルマン分子の方は一番最初からこうアライメントしようと努力しているのに対して、スミス・ウォーターマンは一番端はどうでもよくて、なんか途中から始まってます。それがちょっとこの辺 の、 あの長さとかにも影響してまして、まあ、グローバルニードルマン分子の方はグローバルアライメントですから、でこの辺の長さが長くなる、アライメントするとこの長さが長くなる傾向が当然あります。
まあ、これの場合ほとんど実は変わってないんだけど、まあでもそんな感じです。でさっきも言ってたギャップっていうのはここでも出てきて、これはアライメントがうまく取れなかったところでちょん切れちゃったっていうところの箇所が何箇所あったかってことで、まあ大体グローバルアライメントの方がギャップはよく出てくるのね、数は。まあ5回出てきてますけど、まあ、それはけど全てこのアライメント、これちょっとしか見せてませんけど、アライメント全体を自分で見る必要があって、これはこんな感じで全部アライメント見てください。こんな感じで、まあ、これがギャップがあるところですね。これが1箇所目、ってこう数えれるんですね。2箇所目、3箇所目、あ、俺なんか飛ばしてるかな、まあなんか5箇所あるそうです。ちょっと人間の目じゃあれなんですけど、5箇所あったそうです。これも含めるのかもしれません。2つ、そうかな、これ含めるのかな。まあそんなんですね。これがまあグローバルアライメントで、割とまだいまだにこのグローバルアライメントの方が需要があるので、グローバルアライメントをやるプログラムを探したいって時に一番手軽でタダでいいのはこのニードルなんで、覚えておいてください。タダですから。でできましたかね、大体できた、いいですかね。でまあ結果の解釈が重要っていうふうに、まあもう僕これ全部口で説明しちゃいましたけど、実際のアライメントを見比べましょうっていうのですね。まあ、さっきは、ニードルしかしなかったので、まあ、もう一回復習も兼ねて、ウォーターをしてみますけど、ウォーターでも HS っていうのと BM っていうのとやって、リターンってやって、なんか聞いてくるのでリターンリターンってやって、で出てくるファイル名はこれでいいかって聞くんで、とりあえずそれでいいとして、そのファイルがあるのを確認してですね、ありますね、確認して、まあ、レスで見てみましょうと、こんな感じ、まあ、こんなんですね。よろしいですか、ダメかな。でレスをやったらいいけど、それから抜けられないから、あ、レス、はい、レスやってて抜けられない人は Q を押してください。クイットの Q、Q っていうのはあれよ、特殊なボタンじゃなくてアルファベットのこの、多分左上の方にあるこれです。結果って、はい、1つあるところと2つあるところなんですけど、1つあるところ2つあるところ、アライメント結果、うん、1つあるって2つある、何、点が1つのところと、ああ、それね、はい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 、それはですね、いい質問ですね。じゃあちょっとウォーターの方で見てみましょうか。これは一致したら棒が引かれてるんですね。で、今これアミノ酸の比較してるので、さっきちょっとちらっと言ってたそのブロッサム62っていうその、比較、アミノ酸の比較をのやつがあって、2つ点があるのはそういうスコアが高いところです。で点が1つのところはそのスコアが低いところですと、まあそんな感じです。だからその棒があるところと点が多いところの方が、コロンの方が、ドットよりコロンの方が、まあ保存度が高いだろうというふうに思われるところです。この基準、高いとの基準は、基準は知らない、マニュアル読みましょう。グローバルアレイメントとローカルアレイメントってその使い分けとかってなんかあるんですか。どういう場合はグローバルアレイメント、どういう場合はローカルアレイメント、2つのアミノ酸、あ、タンパク質配列を比べたいときに主に本当に一番多分使うのはグローバルアライメントの方がいいと思います。その1個のタンパク質を調べるというとき で、それがほとんどほぼ同じ長さの配列の場合にグローバルアライメントを使うことが多くて、ローカルアライメントというのはその部分配列が似てるというふうな見るときで、すごく長さが違う2つを比べるときはローカルアライメントが適しているというふうに考えられます。ギャップペナルティで今こうデフォルトでこうリターンリターンってやられたじゃないですか、はい、そのギャップペナルティって何やとか、そういう感じの質問ですか。ああ、それはね、
皆さん細かいこと好きだな。あのヤップペナルティっていうのに2種類あるんですよ。どういうことかというと、まあ、あの最初おおらかにあんまり気にしないでやった方が皆さん先に進むからね。あのそれだけ言っとく、まあ、一応説明すると、これギャップをこう開く時のこうペナルティだからなんです。これギャップをそのまんまです。あのギャップがギャップをここをギャップを埋めた方あの入れた方が、いいんじゃないか。ただギャップができる時のペナルティで高くしないとギャップが入りまくりますよね。だから点数として高いんですよ。だから10点失うんですね、ギャップをこう作る時には。だからそれが 10でもこれデフォルトで大体10になってます。で、ギャップエクステンションペナルティっていうのはそのギャップができた、その1個のギャップができたけどそのギャップをもう1個開く、あの伸ばしていくと、だからギャップが2つになるという時に何点あの貸しますかっていうことで 0.5 点。あんまりそれはギャップができる時はあの共有するけど、でき始めたら別にまあもう 0.5 点ぐらいで、それよりも 20倍ぐらい軽いペナルティでいいだろうという、そういうあの意味なんですけど、わかりました。だから、実例で説明しますとね、ここに1個ギャップが、どこだ、どっかにギャップがあったんだ、あ、ここですね。ここのギャップがありますけど、このギャップ1個作るのにあの10点失ってるんですよ。でもこのギャップをもう1個伸ばした方があのよく合うかなと思ってやる場合には、そのギャップが2個になる場合時にはさらに 0.5 点あの失うと。でもこう合わせた方がまあ点数が良かったらそっちを選ぶという、そういうあのものです。もうそれこれ以上は簡単には説明できない僕。あの アイデンティティとかシミラリーとかあとギャップスっていうところでパーセンテージが出てると思うんですけど、はいはい、このパーセンテージを足しても100にならなかったっていうのがちょっと疑問で、シミラリーでもありアイデンティティでもあるものがあるっていうことでしょうか。アイデンティティっていうのはこの一致です。一致した場合で、シミラリティっていうのはこういうこの ドット2個ドットか1個ドットかどっちか分かんないけど、そういうの足したもんですけど、でそれが100にならない、100にはならないけどもちろん、何を足したら100にならないといけない、100配列が今100、それ87個あって、はいはい、97個を一致したところがあって、そうですね、ミラリティのものが129個あるっていうのは、はいはい、足して187を超えてしまってるので、いやだってシミュラリティの中にアイデンティティが含まれるから。あ、なるほど、了解しました、ありがとうございます。そうかな、アミノ酸配列の方は、まあ、あのこんな感じなんですよ。で、あの核酸配列の方の例も一応あるんですけど、これやります？もういい？やっとく？一応あんまり配列とかダウンロードが入るとハマってくるんで、うん、じゃあやめとこうか。一緒ですこれ。けどあの今 あのドットプロットとニードルとウォーターを今度は拡散配列対象にやってみましょうというのをあの2つ目で用意してます。これですね、はい、もう目が痛くなるけど、こんなでっかいこれ EPAS1 っていうあの配列、あの よく知られている、まあ、遺伝子なんだけど、この遺伝子はあのオルタナティブスプライ、選択的スプライシングするのがもう知られてて、その選択的スプライシングするあの2種類のオルタナティブフォームをまあ比較してみましょうっていうのをやるときに、このドットプロットがまあ有効ですよっていう話をしてて、こんな感じになりますっていうやつですね。まあ3ワードサイズが3とかだともう雑音だらけなんですけれども、まああの割と適切に設定してやると、このあの例の場合は自分の遺伝子の一部分をやるから、こういうふうにあの斜め線の出方がこんなふうに出ますよと。でこれぐらいあの長さが違うものを比較すると、あのローカルアライメントにした方がいいよっていう、まあ、そんな感じの話をこの辺で出てくるんですけどね、まあ、こっちそうですね、ローカルアライメントした方がそのシミュラリティはちゃんと出てきて、パーセンテージとしてはあの、高いものが出るけど、グローバルアライメントするとなんかものすごい短いあのパーセンテージが低く出ちゃうということです、まあ、そういうのをちょっとあのやってたのがやつがこれ で DNA 用の置換マトリックスっていうのはあの基本的には ATGC の4文字だけを考慮すればよくて、よく見ると、一致が5点で不一致がマイナス4点ということです、まあ、それ以外のいろんなあの、いろんな種類の、拡散のやつ一応ありますけど、それに関しても得点が全部計算されているっていうだけです。
そういうのをまあやりたかったんですけど、次に行きますか。次に行きましょうか。じゃあ次の演習2の方に行きましょう。こっちの方が多分皆さん準備が少なくて済むのでこっちやりましょう。すでに用意されているイースト のアミノ酸配列を、データベース配列を使います。これですね。でブラストはもうすでに入っていると。で検索に使うクエリーとデータベースが基本的には必要ですと。で検索に使うクエリー配列は自分でも用意してもいいし、今回の、今さっき取ってきたものを使っていただいても結構ですと。でそういうことですね。でもうすでにあるんだけど、インデックスまだ作ってないんで、インデックス作るところから、まあ、皆さんでやりましょうということで、皆さんのバイオリナックスの方のデータベースが入ってるのがどうもこのディレクトリだそうです。ホームのアドミンの14.0.9ですかの下のゲノムってディレクトリがあるんですけど、その中に、イーストの AA っていうのとイーストの ZNT っていうのが入ってると思います。入ってます？入ってないの？バイオリナックスは使ってない？まだそこまで見てないです。あ、そう、はい、え？そこまでってね、でもやることはこれだけですけど、このこれで合ってますかね。僕ちょっとバイオリナックス持ってないから分かんないんですけど、このディレクトリに多分インストは入ってますか？入ってるんだったらこのディレクトリに移動していただいて、makeblastdb ってコマンドをこんな感じで打ってみましょう。これは何かっていうと、名前の通りです。ブラスト用のデータベース作ります。で、それにはタンパク質用と核酸配列用があるので、一応ブラストを自動認識もしますけど、でも基本的には教えてやる必要があるので、ここで DB タイプっていうところでプロットとか DB タイプヌックルとかいうのを指定してあげてます。あとまあおまじないでハッシュインデックスっていうのも割とつけますので、こうやってます。であとまあで配列の指定はハイフンインっていうので、こんな風に指定します、まあ、上から順番にちょっとやってみてください。なんか起きると思います。これはまあこのコマンドは打てます。でこれって実はデータベース自分でこうどこかから配列をダウンロードしてくるたびに作る必要があります。でデータベースがすでにブラスト用のデータベースをもうやってくれたものもダウンロードできるサイトもあるんですが、基本的にはもう自分のところでこういうの実行すればすぐできますので、これはよく覚えておいてください。この EastAA ってところとか EastNT っていう部分を変えるだけで、自分のところのブラストのデータベースが作れます。じゃあこれ実行してなんか出ました？なんか皆さん。もう あ、そっか、イーストのやつはないのか。皆さんのとこはなんかゲノムとかいうとこに入ってるんですよね。イースト A ないのか。あれどこに置いたかな。これですね、ゲノム。これちょっともう僕の方は変なことやってしまってでありますが、この辺消して、でこう2つあって、これに対してこういうイースト AA をプロ、あ、これちょっとあれか、低くて見えないか、こんな感じでブラスト DB のコマンドをやって、これ打ってこれリターンってやるとしばらくかかって、もうすぐですね、 0.5 秒で終わりましたけど、ブラスト用のデータベースができたと思います。これでその証拠に LS ってやると、このイースト A で始まるものの下になんか .p から始まるなんかいろいろ
ファイルができていると思います。これがあのブラストをかける用 の, あの必要な、データフォーマットです。で同じのをあの同じようにですね、EastNT に対して今度はここをプロトじゃなくてヌックにして、ヌックルにしてください。そうすると、0.27 秒で終わりましたけど、やっぱりあの同じように、イースト用のイーストの NT 用 の, あの拡散のこういうあのインデックスファイルができたんで、これをブラストに使います。もうできちゃいましたかね、皆さん。もうできて暇だって人が多いそうなんで、そうするとですね、これブラストで検索できるので、ブラストを実行してみましょう。でさっき使ったあの HS の DJ1.pep.fat っていうのが、皆さんのホームディレクトにあると想定した上で使うと、こんな風なコマンドを打つとあのうまく動きます。ここはまあ自分 でちょっとパスを変えるなりしないといけないと思います。なんでかというと、今ゲノム、今いるディレクトリはゲノム配列、こういうのが入っているところにいるので、ちょっとここはクエリーは皆さんでちょっと自分で指定しないといけないんですけれども、あのこんな風にしてください。であとスレッドですね、これそれを、あとこのこれって一応一個ずつちゃんと説明すると、クエリーっていうのは今言ったみたいに自分の質問配列です。質問配列を指定するマイナスクエリーの何かのファイルで、データベースは今、フォーマットしてくれた east.aa ってやつですね。でこれ DB っていうのはそういう指定で、で num threads っていうのはこれあの CPU 何個ブラストが使っていいですかっていうのを指令するもので、皆さんのパソコンはまあ2個か4個かぐらいだと思うんで、それで Mac 使っていいならその自分の CPU の数を書いてください。僕のやつやったら 4つかな。で、ここまでがコマンドで、この後はあのリダイレクトして、このこういうファイルにあの今 の, あの結果を書き込むよっていうのはこの、ブラスト の, あのコマンドになります。でこれでやるとあのブラストの結果がここに入ると、うまくいけばですけど、で、まあ、皆さんそういうふうにやってみてください。よいしょ、私もやります、ブラスト P のクエリーで、僕ちょっと違うところに入ってるので、こうやって DB に EastAA で num threads 4つで HS の DJ1 vs east.aa.text みたいな、こんな感じですね。これでリターンってやるとすぐ終わりました。すぐ本当一瞬で終わりました、ね、でこれを見ると結果の配慮を見てください。最後の HS なんとかっていうのはそれです。これを見るとこんな感じで、ブラストの結果が出てくると思います。これを見たときにさっきいろいろ言ってたその E バリューですね、 E バリューとスコアとか、こんな風な、あとどういうものにヒットしたかとかいうのがこういうふうに出てくると思います。これの場合ほとんどまあヒットしなかったのであんまり嬉しくないですけど、まあ、こんな感じで出てくるんですが、このリストの他にもうちょっと下に行くと、こういうふうにあのさっき説明した HSP ですね、ハイスコアリングペアというのがこういうふうに出てきますので、まあ、これがブラストの結果になります。はい、まあこの辺はもうできますかね、皆さんやったことありますかね、ブラストは。まあ、でもこれが自分のところでできるようになると、あのいろいろな、データベースに対してブラストができるようになって便利ですよという感じですね。あ、みんな できるのかな、なんか結構質問ないですか、大丈夫ですか、ブラストは大丈夫それまでに置いていかれる方っていらっしゃいますか、私ちょっと置いていかれるんですけど大丈夫なんですか、なんか特にリアクションないんで、なんかもうあの完全に置いていかれる思考停止になっている人います大丈夫、あ、はい、あのまずで誰か教えてください、他
そんなの簡単すぎてっていう感じですかね。え、そうですか。難しいと思います。僕にとって難しいんですよ。僕だけ、うん、なんかもうそんなの知ってるよって顔の人が多いんですけどね、見てると。お願いします。いや、これでなんか皆さん、手、あ、はい、皆さん手挙げずに、なんかアンケートでこう難しかったとかっていうのはなしですよ。今聞いてますからね。データベースを作る、データベースの準備ってあるんですけど、実際アンガス配列から実際 何をやってどういうファイルができてるのか、ちょっともうちょっと教えてもらえますか。俺も知らない。知らない。うん、よくわかりました。ブラスト用のにかけるため の, あのファイルがいくつか拡張子のファイルができるんですけど、最近は数が増えて何がどれやってるかよく知らないです、僕も。昔は3つだけだったんですけど、それ全部バイナリーなんですよ、中見て。で、まあそこはうん、なんかそういうの検索する用のインデックス、ブラスト用のインデックスを作ってるんでしょうけど、それは各自ハックしてください。僕はそこら辺もデータできたら、はい、すいません、非常に基本的な質問なんですけれど、例えばそのデータベースの配列でヒューマンのものを拾いたいというときに、その前にあるその N 部分のところから入って、どの辺から取ったらいいですか。エンブルのところから入る。なんか適当に取るところがあれば教えていただきたいな。ああ、さっき見せてたアンサンブルとかがいいと思います。人の配列がいい。人がいいですか。よくやるのはこのアンサンブルの人のページからここからいきなり行くんですけどね。ただこれに行きつけないっていう人が多いと思うんで、じゃあ今からやるとググってください、とにかく。うん、自分でアンサンブルのヒューマンとかでやるといいと思います。アンサンブルよく綴り間違えますから気をつけてください。でやるとヒューマンアンサンブル出てくるから、これをクリックすればさっきのページ出ます。これでよろしいでしょうか。でここからダウンロードありますね。ここからダウンロードすれば、ただなんかお前らはアジアだからアジアに行けとかで飛ばされそうなんですけど、もう飛ばされそうです。あ、飛ばされちゃいました。はい、でここでダウンロードっていうところをクリックしていただいて、人ならこれですね。まあアミノ酸配列全体セットを取るんだったらこの PEP で、ゲノム配列を取るんだったら DNA ですね。そうするとゲノム配列全体の染色体ごとにデータがあります。はい、こんな感じで、なんかこれいろいろ変なのいろいろあるんですけど、こういうのはまあとりあえず無視して、この前の方の1番から22番までと X と Y を取ってください。これは実はまあ人のリファレンスのそれ以外のやつになっちゃってて、それ以外っていうのはその人のリファレンス配列の用意したんですけど、それのバリエーションがある部分がいっぱいあって、それをこう実はさらに出ててですね、すごいたくさんあって、なんかよくわからなくいい状態になってるんですけど、こういうやつですね。ミトコンドリアと X と Y ですね。まあちょっとゲノムは人はの場合はこれめんどくさいかもしれません、いろいろありすぎて。人は何でかっていうと、一人ずつみんな違いすぎるのでリファレンスが作りにくくてこんなことになってます。まあ基本的にはこの1番から22番までとミトコンドリアと X と Y を取っていただければいいんですけど、なんかこっちにも1番から2番まであってよくわからないってよく言われるんですけど、これは実はよく見るとこれ全部ファイルに答え書いてあって、アンダースコア RM ってついてるんですね。これ RM っていうのはそのリムーブってコマンドじゃなくてリピートマスカーの略で、これはリピートマスクをかけた結果のファイルになります。つまり人のゲノムの配列の中にいっぱいリピート配列あるんですけど、そこをマスクしちゃった配列が同様にこれここからダウンロードできるようになってます。実際には塩基配列の長さは全く一緒なんですけど、リピートマスクした結果全部そこがリピートの部分全部 N に置き換わってますので、配列のサイズが圧縮すると違います。ただし解凍すると一緒になります。そういうことです。なのでリピートマスクした配列が使いたい人はこっちを
っちの RM っていう方のセットを使うといいと思います。でこの辺のなんかこういう配列名の長いやつは基本的には無視していいです。今はこれ使えるようになった人は、まあ、必要がある場合は使えばいいんですけど、基本的に僕も使ったことありません。この辺ですね。なんかまあいろいろあるんですけど、まあ、基本的にはリピートマスクしない配列を使うんじゃないかと思いますので、皆さん、まあ、こういうのをまあ使うなり、でもまあ基本的に興味があるのは CDS の方だと思うんで、こっちからタンパク質配列のセットを取った方が初心者としては楽だと思います。これですね、 PEP から、これかな、これ11メガだしちっちゃいし、でもこういうので、まあ、教えられなくてもここにリードミー読めば読めって書いてあるんで、そのここに書いてますので、こんなん誰も教えてくれませんから、このリードミーとか読んで解読してみてください。僕もこんなん誰かに教えてもらって知ってるんじゃなくて、自分でこのサイト見ててそうかなぐらいにしか思ってませんので、はい、なんかこういうのを教えるライセンスを持ってるわけでも何でもないので、はい、この最後のハッシュインデックスって何ですか。ああ、いい質問ですね。おまじないなんですけど、なんか多分、Make Blast DB をコマンド実行するときにこういうふうにやったらいいよっていうので書いてあって入れてあるだけで、特に僕も知らないんですよ。あんま知らないくせにそんなによく使うなっていう気がするんで、今ちょっと一緒に調べましょう。 Make Blast DB ハッシュインデックスとは何か、何ですかっていうのをやっぱり言ってる人がバイオスターズにいますね。こうやって調べてください。俺も勉強します。いや、ほんまやで、じゃあそこは自分で調べます。いや、分からへんけど、ハッシュバリューで These hash value can be used quickly determine even if given sequence data exists in blast data。 なんか早くなるそうですよ。あともう一個ですか。はい、僕あんまり これブラストプラスってやつですよね。ブラストプラスかな、うん、僕は古い方のやつをブラストオールのやつの方を未だによく使ってるんですけど、忘れてください。そっちでフォーマット DB したやつとかって、ああコンパチかどうか知らない。多分コンパチだと思います。なんだけど早くこっちを使った方がなんかいいそうです。CPU とかなんかたくさんの早くなるとか、その辺がだいぶ変わってるそうなので、多分今 その古い方はどんどん今の最新の OS の環境でコンパイルできなくなっていってると思うんで、いい機会なので乗り換えてみてください。多分ゲノムのフォーマット DB なんジャルディレクトリまで行けていて、フォーマット DB じゃないんだよ今は、メイクブラスト DB やることが多分できていて、データベース側までできてるんですけど、入力ファイルの方をちゃんとコピーができてなくて、うまく入れてない方が多分何人かいらっしゃる。それは多分説明省かれてるからなんですけども、ブラストのそのコマンドのところを見ると入力ファイルに相当する部分があるはずなんで、コピーコマンド、習ったコピーコマンドを使ってそこのところにちゃんとファイルをコピーした上でブラストをやるとちゃんとうまく動くはずです。フォローありがとうございます。こんなんでいいんですか。まあブラストはでも意外と皆さん、はい、どうぞ。質問なんですけど、デリカファイルを見てさっき、はいはい、あまりマッチングよくマッチングされてもないなっておっしゃったんですけど、それでどういうふうに判断したんですか。スコアとか見てですか。あ、マッチしてないって、それはだってE バリューがもうほとんど1に近いでしょ。でこれ10まで一応出してんだけど、 E バリュー1でほぼそのデータベース中にその配列のマッチが偶然出てくる確率は偶然のヒットであるかということなんです。はい、だから P バリューと似てる。 P バリューではなくて、 P バリューは P バリューかける N が E バリューです。期待値だから。あとまあこの
アライメントを見ると、これの本当クエリーの本当88から109までだけがマッチしてて、あのしかもこんなスカスカですからね、そういうのも見てあんまり似てないなというふうにあの言いました。まあすごく似てるやつを持ってきてもよかったんですけど、今回こんな感じのことをやってみたんですけど、まあ、イーストにあんまりヒットするのなかったから。でこれがアミノ酸番ね。でもう一個ゲノムの方をやりましょうっていうので、ゲノムの方もあの用意してますんで、ゲノムの方もやってみましょう。これですね、まあオプション変えてみろとかいろいろ僕言ってますけど、まあこれはやってみましょうか。じゃあちょっとゲノムに行く前に、じゃあちょっとこの皆さんのあのE バリューを今言った話で E バリュー1にするとあのどうかっていうので、この E バリュー1っていう域値がこうやって足せるので、それをやってみましょうということですね。で E バリューをこれですね、 E バリュー1っていうふうにするとどうなるかということなんですけど、まあこの最後に E バリュー1みたいなのをE バリュー1とかってやって、さっきのやつにファイルを書き込むと、あの上書きしちゃうと、こんな風にすると、1個しか出てこなくなります。あの10デフォルト10なんで、1にするとこれで1だけが出ると、まあ、これはまあ、まあそうだなっていうのを見といてくればいいです。であともう一つは、あのさっきちょっとタブ区切りでって言ってたのを聞いたかもしれない、ないんですけど、このアウトフォーマットってこれ意味なんだけど、アウト FMT6 っていうのがあって、これが出力がタブ区切りになります。ただしこうするとあの結果のアライメントとかが全部すっ飛んじゃうんですけど、あの、まあ、割と、Excel でデータが欲しいっていう、 Excel でデータ見たいっていう時のためにこのアウトフォーマット6っていうのは割と使うので、これですね。で、やってみますと、まあ、E バリューのとこを書き換えてアウト FMT6 とかってでリターンってやると、こっちのまた上書きされまして、こんな風になります。こんな感じで、これは実はタブ区切りになってて、自分のクエリーとヒットしたものとそれの E バリューっていうのはこれずっとこれ続いてて、ここのこの辺出てるってことですけど、まあそういう風な、まあ、あのにもブラストは使えるようになり使えます。まあ、そういうオプションを変えてみましょうということですね。で最後はまあ、なんかいっぱいオプションがあるんですね、これブラストって。そのいっぱいあるオプションをあの、僕も知らない、全部は知らないので、知るためにこのヘルプっていうのを使うと出ますよってことですね。ブラスト P のマイナスヘルプってやるといっぱい出ます。いっぱい出て出すぎて困るので、レスってこう入れてこう1画面ずつに出て見えるようにするんですけど、むちゃくちゃありますねオプション、もう嫌になるぐらい、僕も全部知りません。あのこれ全部説明しろって言われてもしませんので、皆さん自分で調べてみてください。はい、そんな感じです。でそうですね、あ、川田先生、あの E パスワード載せれました？E パスワード載せてくれた。はい、ありがとうございます。で、あの加藤さんがあのこのクエリーのさっきあのできないで飛ばしちゃったあの E パス1ってやつ あの拡散配列をあの加藤さんのウェブサイトにアップしていただいたそうなので、何の音携帯切ってください。拡散配列の方を、まあ、自分のクエリにして、あのイーストのゲノム配列を対象に、検索するという例をやってみようと思いました。でこの時にちょっと昔重くて大変だったんだよという tbrustx ってコマンドを使ってみましょうということです。でなんで tbrustx かというと、クエリも拡散配列だし、相手もゲノム配列ですから拡散配列ということで、拡散で拡散を翻訳しながらあのぶつけるということをあのやってみると。でこのクエリーのここのファイルの指定の方法は皆さんの環境に応じて違うので、やっていただく、変えてください。それで tbrustx っていうのをこう使ってみましょう。
はい。あ、ウェブページの方リロードしないと ePassOne のリンク見えませんので。で、ePassOne ってやつの配列をどっかが、あの、カズさんのページから取ってくるか、あの、PDF からこう、コピペして作るかしていただいてですね、このコマンドを打ってみてください。まあブラストできるならこの tblastx もすぐできると思います。ブラスト p か、ブラスト p ができるなら。じゃあ私の方もちょっとやってみますと、まあ、今はあのゲノムのあるこの east.nt っていうのがあるディレクトリにいてやります。 tblast.x のクエリーで、僕はこ の, あのホームディレクトリの下の ajax ってフォルダーに epass1 が入ってるのでこうやります。でデータベースとしては east.nt で、CPU の数はあのフルで使いたいので numthreads4で、E バリューは、あの、一応、あの、E バリューを、一応1にしたいと思います。それで、まあ、ファイルに流してもいいんですけれども、まあ、ファイルをいちいち書き込むのもうざいっていうことで、昔だったらちょっとありえない話なんですけど、これを、レスってやります。なんでレスってやるかっていうと、こう出てきた結果をそのまま、あの、レスの、あの、で見るって、見て、中間ファイルを作らないで見るということですね。で、そうすると、リターンってやると、しばらく待って、結果返ってきます。で、イーストの場合、染色体が、あの、の全部、ミトコンドリア含めて17個。イーストは、染色体が16本と、あの、ミトコンドリアで、これ、17になるんですけれども、こんな感じで、出てくると思います。で、2個ヒットが出てきてて、まあ、E バリューがちょっとあれですけど、まあ、これの場合、ゲノム配列なんで、ゲノムのどっかの場所にヒットしてるんですが、それが、こんな感じで、サッカラマチセルビジエクロモゾーム、4ですね。コンプリートゲノムシーケンスの、で、その染色体の長さがこれぐらいで、それの、サブジェクトというのはその当たった側ですね。当たった側の位置がここからここまでぐらいと。で、クエリーのうちのここからここまでぐらいがここと、マッチしてますよと。そういうのが、まあ、わかると。まあ、そういうふうにヒットしてきたよというのがこういうアライメントを見ると分かると。で、できました？な感じ。で、これ、あの、ちょっとかかりましたけど、この tblastx って本当は重い計算だったはずなんですけど、最近はもうこんな感じで割と軽くなってカジュアルに使えるので、使うといいですよという話ですね。まあ、昔の先生たちの感覚だとするとだいぶこれは重い計算ということで、避けられる傾向があったんですけど、まあ、これぐらいに、まあ、いい感じになってます。なんか詰まってる人とかいます？質問がある人とか。みんなできてるということですね。まあ、こんな結果ができたと思います。で、まあ、ちょっと僕この場の雰囲気を読まなかったんで、あれですけど、皆さんが持ってきた配列、持っていらっしゃる配列とかがあれば、それを使って、今のイーストの絵の検索をやるのもいいですし、自分たちでその興味、さっき人の話、人でどっから取るんだって話があって、それをアンサンブルの方から取るといいって言った説明しましたけど、それ以外のソースとして、UCSC ゲノムブラウザーのこのダウンロードのサイトとか、NCBI のこのゲノムのページですね。こういうところから、データセットをダウンロードしてきて、自分の、まあ、興味あるデータベースなどで、検索を実行するといいです。いいですよというのの、まあ、ちょっと入り口のページをこう書いておきました。はい。まあ、ここまでやれって言っても、なかなか難しいと思うんで、まあ、こういうふうなのがあるというのと、
あとですね、実はあのこの、ブラストのインストールですが、今、バイオリナックスは最初からインストールされてましたが、あの自分の環境に導入するってことが割とあると思うんですが、その場合の Windows と Mac での、やり方が、あの動画で、説明している統合テレビっていうのがあります。で、統合テレビは私とあのそこにいる、まあ、このとで、まあ、やってきたプロジェクトなんですけれども、それであの動画で説明してますので、あのぜひこれも参考にしていただきたいっていうのと、このような講習会で皆さんは今もうバイオリナックスで最初から入ってる環境からスタートしましたが、これは自分のマシンに入れるというあの、講習会を2年ぐらい前に名古屋でやったんですが、その時 の、 あの講習会資料もありますので、まあ、参考にしてみてください。この時は皆さんにそのシグインを入れてきてもらって、あの Windows ですね、 Windows のシグインを入れてきてもらって、そこに、ブラストを入れるという結構あのハードなあの講習会をやりましたけれども、まあ、こっちの方がハードだと思いますけど、そういうふうなのを、やって、まあ、やってみたんで、自分の、まあ、環境に入れるってことはあるやるんじゃないかなと思うので、これをやってみました。はい、参考にしてくださいということです。川田さん、いいですか？大丈夫ですか？はい、じゃ あ、 あの最後になるんですけど、あのちょっとここからはこれはプログラミングの話をちょっと やろうと思います。で、あのパールで昨日まで多分プログラミングやったんで皆さんできますよねっていう話ですね。 でここで大事なのはプログラミングが皆さんできるということなので、検索するキーワードの準備ですね、これが一番大事で、何を検索するかというものが一番本当は大事です。で、これ生物のことがわからんっていう人にはちょっと難しいかもしれないですけど、今回あの用意したネタは2つで、これも核酸配列とアミノ酸配列の2種類あって、エストロゲンってあの、まあ、女性ホルモンありますけど、あのエストロゲンがエストロゲンのレセプターもこれ転写因子なんですけど、その転写核内受容体というものなんですが、その核内受容体があのくっつくアミノ酸、あの核酸配列で知られあの昔から知られてるんですね。それがですね、あのここにあるようにこんな AGG、TCA、NN、N、TGA、CC、T と、で N っていうのは何でもいいってやつで、あのこの他のもののこの 15ベースの部分にこうくっつくんじゃないかというふうに言われてまして、言われてか今昔 の、 あの研究から分かってて、こういう部分をゲノム中から探してくるとか、もしくは遺伝子中から探してくるってことを、よく分子生物学の研究なんかでやるんですね。それを、Google なを使ってあの API アクセスで やるということです。で API って何かというと、皆さん の、 あのプログラムコンピューターのところでもちろんプログラム書くんですけれども、実際にそのデータベースは持たなくて、そのデータベースとかであの要求が来たらすぐ答えを返してくれるようなあのサーバーっていうのがあの立ってて、そのサーバーに問いかけして、それであの返事をもらって、そのもらった結果を、処理するみたいなことをみんなでやるというのがこのパールのプログラミングになってます。そういうことをやるんですけど、あとアミノ酸の方はペスト配列っていう、これもこの PEST っていうアミノ酸配列があると、なんかタンパク質の分解にかかるタンパクであるっていう風なのが昔から言ってる人がいて、ほんまかいなと思うんですけど、そういうのを持つタンパク質を取っていきましょうみたいなことをちょっとしてみようかなと思います。でこの辺のやつはなんでじゃあブラストでしないんですかってよく質問来るんですけど、こんな短い配列ブラストであの検索できませんので、だからやらないんです。はい、でその時に使うのはこの Google なになります。でこのサイトに GGRNA でググって、たどり着いて、ここであの、その検索式を入れてあの検索すれば確かに出てくるんですけど、そうじゃなくて今回はその API ですね、ここで詳細の使い方ってクリックしたら出てくるこの API ですね、この URL が何か書いてあって、なんかスピーシーズを入れてくださいとか、クエリータスストリングとかドットフォーマットが書いてある、ここをいじってですね、自分たちの必要なものが取ってこれるようにしようと、そういうあの趣旨のことを今 やりたいと思います。でこれは、ここの通りこれを読み解けば分かるんですけど、これ分からんっていう人が多いと思うので、今ちょっともう僕の方であの解釈してやったものがあります。でこれは Google なはあの API でやるとこんな風に返ってくるんで、これが下でこれを問いかけた結果がこれの下なんですけど、ここで照らし合わせて分かる通り、 Google な の、 あのサーバー のアドレスの後に、スピーシーズ生物種名で、
HSN はホモサピエンスの略で人ですね。 MM はムスムスクルスで、マウスとかそんな風に、まあ、決まってるんですけど、それをここに入れると HS って入れると。でさらにクエリータスストリングと書いてあるところなんですけど、でそこでですね、まあ、ここからあとはちょっとおまじない風になるんですけど、 IUB っていうので、これはこういうギャップを許しますよっていうおまじないで、この配列をザーッと書いて NN って書いて、最後にドットテキストって やります。最後にドットテキストってやってるのは、で出てくる最後のフォーマットがテキスト配列でくださいよっていうのを、まあ、要求してるんですね。ここに書いてある通りで、こういうフォーマットを指定します。これですね、フォーマット。で IUB とかいうのは何かっていうと、こっちの方に書いてあって、これですね、ここにちょっと完全に見えてないんですけど、これはこういうN を許しますっていうことですね。 N が入る配列を入れますよという、まあ、おまじないです。まあ、そういうのを、まあ、すればですね、こんな結果が下で返ってくるんですけど、この下で返ってきた結果を自分たちでパールで処理しましょうと、そういうことをよくやりますので、僕らなんか、まあ、それをちょっと皆さんにも一緒にやろうかなと思いました。でこれはあんまり用いらないんですね。ファイルのダウンロードが伴わないんで、まあ、こんだけ書くだけです。これはパールのスクリプトですね。でさっき言ったそのこの URL っていうのが一番の実は肝で、皆さんの環境は多分 CURL が使えると聞いたので、CURL を、まあ、ここでフォークして、CURL をパールの中から読んで、その結果をパールのループ処理で、ファイルの処理でやっているという、こういうものになります。でここでポイントなのは、まあ、ループしたときに、5番目の列を取ってきますということです。まあ、4って書いてるのは0から始まるからです。これですね、0、1、2、3、4、これですね、1、2、3、4ですね。これが、これが0で1、2、3、4つ目のカラムを取っていきますと。で4つ目のカラム何かっていうと、シンボルって言って、要するに遺伝子名なんですね。遺伝子名が返ってくるところ、まあ、それ以外にもいろいろ ID とか機能の情報とかあるんですけれども、とりあえず遺伝子名が欲しいので、遺伝子名が取れるようにっていうふうなことをしているのがこのパールのスクリプトになります。よろしいでしょうか。まあ、そういうのを、まあ、打ってやってみましょうと。これシャープから始まる行はダブルゲットでどうしてもやりたい人用で、普通はこれコメントアウトしていますから、この行は書かなくても、結構です。もちろんこれ全部コピペしていきなりやってもいいし、自分で打ち込んでもいいし、やってみてください。まあ、基本的にはこれけど、まあ、コピペしちゃいますけど、こうやって、これはね、ここの環境は人によって違うかもしれないですけど、まあでもいいや、大丈夫、なんかおかしかったら言ってみてください。これここは変えないといけないかもしれませんが、多分同じだと思います。でこれをこういう Google な API.parl っていうparl のスクリプトにしてですね、やります。 Google な API.parl ってやって、まあ、僕は VI で書いちゃいますけど、まあ、皆さん好きなエディターで書いてください。でこれで、貼り付けると。でこれを保存すると、それで実行してみてください。そう、実行するとですね、分かるんですけれども、まあ、実行してみましょう。小野さん、メソに警告を送ってください。Google の API ってやって、これもたくさん行が出てくると嫌なので、普通はまあ安全のためにパイプレスとかやっておきます。そうするとこんな感じで返ってきます。これ遺伝子名がずっと抽出されてこう返ってきたんだけど、よく見て分かる通り遺伝子名同じものがいっぱい出てくるんですね。なんでかっていうと、その今このエストロゲンの結合の配列を持つところが1箇所でもあると、1箇所 のある場所単位で出ちゃうので、遺伝子名1個ずつにこうまとめてくれてないんですね。だからある遺伝子の中にこ の配列パターンが何個もあると、何回も出ちゃうんですね。こんな風に書いてある通りなんだけど、だから数回あると出てしまうので、それをまあ相当してユニークしてっていう話が多分どっかで言ったんですかね。じゃあ同じです。相当してユニークしてっていう風なことをすると、そうすると
この辺の重複が除けると、そうとして、ユニークしてレスってやる。そうするとこんな感じで数が少なくなる。6つですね。だからこのエストロゲン の, あの結合配列を遺伝子の中に持っているものっていうのは、この人遺伝子、人ではこの6つしかないとっていうことになります。ただこの配列がその絶対にそのエストロゲンがこれでバッチリくっつくかというと、それはちょっとわからないので、あの実はこれも予測でしかないんですけれども、まあそれが完全に正しいルールだとしたら、この6つしか、6個しかあのないよってことになります。ここまでついてこれました？あ、てか今までからやってみてください。ちょっとはい、でこれでやって、その Google のサーバーをみんなで落としてみましょうっていうのが、あの、これの趣旨です。これ同時に Google をですね、あの、のアクセスをすると、あのサーバーの方がまあなんか変になるかもということです。でどこでアクセスしてるかというと、この URL を書いて、この CURL であの取ってきているところで、あのこれ外のサーバーにアクセスしに行くようになってます。ですからネットワークがつながってないと、このプログラムは実行できません。ここのこれですね、オープンのこの CURL っていうところのこのコマンドですね。すみません、はい、パーセント 3A って何ですか？ IUB パーセントマークの 3A っていうのは、パーセント 3A はコロン、それをあの URL であの、エンコードするとこうなるんです。ここに Google などのページ見に行くと、それがここに書いてあるんですけど、これの意味なんですけど、これを書いてるんですけど、本当はコロンでもうまくいくんだけど、 URL 中にこういうあの記号を入れるとあのよろしくないことが多いので、普通こういうふうにするんです。すいません、はい、ちょっとこのパールのコマンド取り消して実行してもなんかエラーが出ちゃう。お、ついに出てきた。ビックリマークが一応これを取り消して、これをどういう不具合でした？なんか変なビックリマークが。あ、そうですか。多分最初に、あ、行きました。あ、はい。まだ生きてるようです、あのグルーナーサーバー。皆さんどんどんやってください。あの落ちるように。だいぶでもレスポンス悪くなりましたね。もうちょっとかな。耐久テストを兼ねてますので。でもなかなかしぶといようで、まだ落ちませんね。まあ、一番最初の行とかはこれパールのおまじないなんで、パールってこれ打ってる限りはあんまり一番最初の行はあの環境によってはユーザー便にパールがないと思うので、あのえはい、そこで、はい、今その私の環境を書いてるんですけど、パールなんとかかんとかでレスってこう今ありますよね。でこれリターンを押すとこんな感じに多分なってる方ってどれくらいいらっしゃいますか？ああいう感じになっちゃった方、実行して、あ、何人かいらっしゃいますね。でこれエンドってなってわけわかんなくなって、とりあえず Q を押すんでグイッと押すんですよ。そしたら戻るんですけど、あのコメントは多分上の方に残っていて、ちゃんとモディファイノットイエスカラーなんとかなんとかラインさんっていうのでエラーが多分出てる方も何人かいらっしゃる。あ、いいよ、ありがとうございます。え、3行目に何か問題がございます。あ、はい、パーセントが認識できてないというのが今の、あ、よくしましたか。あ、これ僕の、あれ？私の方に今戻しました。私の方は、じゃあちょっとコードを見せてください。
っともう一回実行してもらって、はい、うん、それはいいんだけど、それはいいから、VI で、3行目、あ、びっくりびっくりがあるからです。それそのびっくりいらないです。1行目と4行目のなんでびっくりが入るのかな。あ、そうっすか。じゃあ行そっかそれ取ると多分動きます。GA リストでさっきの2行目と4行目にリクルヤンが出てゴミが入るようですということですね。保存して、それで実行すると多分うまくいくと思いますけど、確かに落ちてやってみます。うん、ググるな、落ちなければね。何が起こってるんでしょう、ね、いや、ググルナが忙しいんです。ググルナ忙しいんです。でもだいぶ遅くなったな。なんかね、けどこれ検索結果をキャッシュするはずなんで大丈夫なはずなんですけど、あの D3 の位置でエストロゲンの中のやつを全体、はい、を入れるとエラーが出るという方がいらっしゃいましたけども、見つからないっていうエラーが出ると。え、見つからないって エラーっていうか、あ、それなんか写し間違えたんじゃない？今言っても例3の1。あ、例の3の1。え？スライド62ですね。スライド62でなんか。あ、これ？それをやるとなんか見つからないっていう。そうですか。え、見つからない？なんか微妙に書き間違ってたりしません？帰ってこないのがちょっとぼちぼち。あ、出てきたかな。あ、でも帰ってくるよ。なんか書き間違えてんじゃないですか。一応帰ってはきます。まだ。不思議ですね。ひょっとしてまたあのバイオリナックスからのこう外のネットワーク関係ですか。あ、ダメな方はあの今のその URL をあのこれですね、これをあの Firefox のここに書いてみてください。それでリターンってやったら結果がこう返ってくるはずです。そしたらあの自分の環境からは間違ってないと。でこれがひょっとして変で返ってこない結果が出てくる場合は、多分ここの塩基配列が写し間違えたりなんかしているかも可能性があります。まあ、それがちょっと一番疑うんですけど、僕はもしくは1個 A が多かったとかなんかで、今、相当ユニークして1個だけにして、1個ってかあの複数出てくるやつが1回にしちゃったんですけれども、それを何回出てきたかっていうのをカウントすることが割とこの分野ではあります。でそれをあのカウントするプログラムっていうのを、まあ簡単にパールで書いちゃうとこんな感じになるんですけど、あのこういう感じですね。このパールのこのプログラムをコピーして、これをカウントパドットパール PL っていうプログラム名で保存してですね、カウントドット PL っていうのでさっきのをこう保存して、保存しておいていただいて、やるとさっきは、ユニークしたって同じものは同じ電車1回しか出てこないにしたんですけど、それが何回か出てくるのが情報だという時があるので、それで Google の API の, そのプログラムでやった後で相当しないでいきなりこのカウントパールっていうのにさらにパイプでつないでみると、そうすると何が何回出てきたかっていうのがカウントできるようになります。そうす、これはですね、どうするかというと簡単で、これを相当ユニークしてたのをやめてパール、このカウントドットパールっていうのをやってみると、やってみてください。そうするとこんな風に出てきて、何がポイントかというと、セット D5 っていうのは16回出てきたとか、ラブ5B は6回とか、他のこれ外辺は1回とか、そういう風なものが、まあ、回数が見えるようになると。で割とこのカウントをするっていうのはシチュエーションはこのゲノムやってる、ゲノムレベルのゲノム生物やってるとよく出てくるので、意外とこういうのが重宝するんですね。なので知っといていただけると非常にいいなと思ってこういう風にやりました。でこれがなんか
順番が気に入らないっていうか、これ多いものが順番に並んでもらえないと困るというあの人がいると思いますので、その人のためにこの、最後の、この相当ですね、相当で、こんなおまじないをすると、多いもん順に並ぶよっていうのがこの、あの呪文です。相当でマイナス RN でマイハイフンの K の2とやると、はい、16からの順に並びましたと。でこれはどういう意味かというと、相当するんだけど N でこれ数値順に並ぶっていうのと、これ R っていうのは、逆順に並べますってことですね。で逆順に並べて数値順に並べるんだけど、 K の2っていうのはそのカラム2番目のカラムを対象に相当しなさいっていうふうな命令で、こうすることで高い大きいものから順に並ぶということになります。はい、で、まあ、できて暇だって人はこのさっきのですねプログラムを Google の API のプログラムをこの2行、3行目のこの URL をこんな風に書き換えてみると、さっきから言ってたそのテストってものになります。テスト配列になります。これは今度はアミノ酸配列で PEST っていう配列を持つものがどんだけ出てくるかなという風なものになります。まあ、これもやってみるとですね、このこれをコピーしてさっきの Google な API っていうのをやって、ここの URL ですね、ここを書き換えます。これはまあ皆さんのエディターで同じようにやっていただいたらいいんですけれども、まあそれはそれぞれのエディターで流儀がありますから、それには任せますけど、こんな感じで書いてください。でパールなので最後にセミコロンを忘れないように書くと。そうしてこれで保存してください。でこれで Google の API っていうのをこう、実行してみると、まあ、レスで受けてみてください。そうするとこんな感じで返ってきます。やっぱりその PEST っていう配列を、自分の中に持つ配列、アミノ酸配列を持つ遺伝子がこういうふうにざっと出てくると、こんなふうになります。でもこれも重複が多いので、まあ、重複をなくすためにはこの相当してユニークしてください。そうすると相当してユニークされた結果があれ返ってこないな、まあそのうち返ってきます。そろそろやばいですかね、落ちましたかね返ってこないぞ。あ、ついに落ちたかあ、なんか結果返ってこなかったですね。死にましたかね。ちょっとか、いや本来なら、あ、返ってきてよかったです。これで返ってきます。でも動作が不安定になりましたね。まあ、こんな感じで PEST って持つ配列、あ、 PEST っていうのがアミノ酸配列で持つ遺伝子が結構あるということですね。でこれじゃあこんなのしてどうするのかっていうと、これがデグラデーションに関係あるという神話があるので、この遺伝子の配列は全部次の、小野さんが喋ってくれると思いますけど、マイクロアレイなんかで発言が上がったのと同じような解析をしてやれば、本当にジーンオントロジー的なアノテーションを見るとプロテインデグラデーションが多いのかとか、そういうことが、まあ、調べられるということです。はい、ここまでで以上なんですけどね。だってこのうちなんか検索で入れたそのモチーフが人工的領域にあるのを、人望領域って、あ、アミノ酸、あ、行動領域だけど、アミノ酸配列、例えば前の場合はそれがジノムのどの領域にあるかっていうのも出てくるんじゃないですか。あ、いや、これはアミノ酸なのでゲノムじゃなくて、はい、レフセックなんだけど、あ、ゲノムについての情報、ゲノムじゃない、これもグーグルナンも全部 CDS の情報だから、それはだから遺伝子の配列の中にっていう意味です。遺伝子配列って意味です。でゲノムでやるグーグルナムを作ってて、それはゲゲゲノムって言います。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。ゲゲゲノムも一応あるんですけど、ゲゲゲノムもちょっとまだちょっと一応あります。ゲゲゲノムっていうのでやると、これはゲノムで、ゲノムに対してそういうのが検索できる。ただゲゲゲノムはちょっとまだその N とかいうのがうまく対応してなくて、ギャップ、さっきから言われたギャップとか N とかをちょっと入れるのがあんまりできないんで、
だからちょっとこれ演習で使わなかったんですけど、ちょっとまだ開発途中です。あ、すいません、時間オーバーですね。はい、まあ、そんな感じです。何かありますか。すいません、コンピューター的な補足なんですけど、今授業の方のデモでそのブラストでやった時に、ですね、スレッドで4を指定しておりましたけど、今現在のバイオリナックスで実行する場合ですと、仮想バーチャルマシンのコア数がデフォルトで1になってますので、皆様がもしそのまま実行される場合、4とか実行とかをスレッド数に指定しても全然高速化はされませんので、もし実際場合はそのバーチャルマシン上でその使う CPU 数をそのちゃんと4あたりにで、実際のそのホスト PC の方の CPU のコア数が4以上である場合に、まあ、4とかにして、そして実行すると高速化されますので、その辺辺をご注意ください。他ありますか。よろしいですか。多分今までで一番ヘビーだったんじゃないかな。中身のこういう嘘ほう予部間のこう全部にこうガンガンコードを乗せていくの、そんな皆さんに対して失礼でしょう。いやで、私からの皆さんへのメッセージはその、まあ、最後になって書いてあるんですけど、まああれですね、自分でやりましょうってことですね。まあこういう興味のあるパターンとかももっと自分で書いてやってください。で、ググったら大体出てきますので、はい、そういうことです。なんか思い残すことありますか。モードさん、なんか言ってきた。よろしいですか。はい、じゃあどうもありがとうございました。